おはようございます。映像音声問題ないでしょうか？ワードです。2017年10月の11日、朝の9時21分です。ルシさん、おはようございます。 OK、 ありがとう。おはようございます。あれ、メガネがあった。おはよう、みんな。ハートありがとう。ルシさん、いつもありがとね。ボンズさん、おはようございます。ミリンコ、おはよう。おさやちゃん、おはよう。おはよう。朝から地獄絵図だね。本当に。ドレさんと爆走が喧嘩してんの？みっともねえよ。みっともねえよ。二人とも。女の問題、男と女のさ、関係でさ、惚れた惚れたなのさ、付き合ってた人間がディスし合うとかさ、もう地獄絵図だよ、本当に。地獄絵図。はい、ガラワード2。ダサい。非常にダサい。ねえ、のんちゃん。カーテン閉めんの。カーテン閉めて。映ってる。地獄絵図ですよ、皆さん。はい。おはよう、お疲れ、あやちゃん。おはよはい、おはよう。まあ、付き合う女を間違えたな。付き合う女を。はい、知らんけど、おはよう。ガラさんもアイテムありがとう、ワドツー。ボーカフェさん。おい、カルさん、おはよう。花火ありがとう。景気いいね。カルンさん、ありがとう。ああ、ダサいよ、ダサいよ。やめようぜ。女のことでグダグダ言う男も嫌いだし、男で、まあ、女の人はグダグダ言うのはあれだけど、平和だよ。嫌じゃない？なんかさ、こう、例えばみんな女性だと思ってさ、俺ね、ドレさんすげえ未練たらしいと思ってて。おい、あやちゃんもアイテムありがとう。そのさ、別れた女とかさ、振られた女とか、まあ、ことの経緯は知らないけどさ、俺は絶対もう付き合ってるって前から予言してたけど、あいつらできてるって言ってたじゃん。あがるさん、風船ありがとう。言ってたじゃん。で、まあ、案の定めくれたわけじゃん。俺はね、ドレさんのね、女性問題どんどん出てくると思うよ。まだまだ出てくると思うよ。だいたいさ、もうさ、54になってさ、なんつうの、若い女がいいって言ってる時点で、俺はもうちょっとそこは、全然共感できないのよ。ドレッシングだね。ドレバッシング、ドレッシング。ここはババアに優しいっつって。俺はね、なんつうんだろう、成熟したものに美しさを感じるタイプなのね。だってさ、若い女なんかさ、ぶっちゃけさ、だってさ、皆さん女性で結構30超えてる女性リスナーさん多いじゃないですか。若い頃って恥ずかしいと思わない？若い頃って恋愛観にしろ生き方にしろ恥ずかしいっていうのがあるでしょ。その失敗した経験とか。それを、で、まあまあ、綺麗だったとかさ、そういうのはあるかもしれないけどさ、要は内面を見れてない証拠なわけよ。その人間らしさとかさ、その教養であったりとかさ、そういう内面じゃなくても、その外見のみで、外見が良ければ何でもいいってことなんでしょ？若い女が好きって言ってるのは。俺はあんまりそこにね、共感できないんだよね。もやもやさん、風船ありがとう。アイテムありがとう。年を取っていくごとに増していく美しさってあると思うよ、俺は。で、多分ね、ドレさんはね、爆走のこと本当に好きだったのかっていう問題があると思うの。ツバニャンのこと本当に好きだったのかっていう、ツバニャンと付き合ってたっていうステータスが欲しいんじゃないのっていう。ツバニャンが好き、ツバニャンの精神性であったり内面性が好きだっていうことなのか、それとも、ツバニャンっていう大手配信者とか、容姿であったりとか年齢である、こういう若い女と付き合えるんだっていう実績が欲しかっただけなんじゃないかっていうふうに俺は考えるんだよね。
まあだからうまくいかなかったんじゃないかっていう。だってさ、そのドレさんにしろツバニャンにしろ、そのなんつうんだろう、内面的にどこが好きとかさ、どういうところにかっこよかったとかっていう話って全く出てこないでしょ。で、俺はクソかっこいい人間って、別れた後に相手を、あの人は良かった人だよっていう人は、俺人間的にできてる人だと思うの。あの人はそんな人じゃないよって。ちょっと私はいろいろあって合わなかったけどって。お、富美男いらっしゃい。現役 JK さんいらっしゃい。付き合うことがステータスなのかって。俺はだからそれはステータスではないと思うけど、ドレさんにとってはステータスなんだと思うよ。ドレさんにとってはステータスなんだよ。だからそこが面白いんだけど。別れた後にぐちぐち言うのはクソダサいと思ってるね。男にしろ女にしろ。まあ女、うん、まあその何かされたとかさ、そのなんかひどいことがあってっていうならわかるけど、それってあのね、付き合った人を悪く言えば言うほど自分の目、教養のなさとか目の、なんつうの、心眼がなかったっていうことを吐露してるようなもんじゃん。要はこんなダメな女と付き合っちゃってました、こんなダメな女と私惚れてましたっていう話をさ、やってるわけだから、自分の見る目がなかったっていうことをひたすら言うわけでしょ。そういうことじゃないの、付き合ってた人の悪口言うっていうのは。こんなダメな男に惚れちゃいましたっていう話ってさ、それお前が見る目なかっただけだろうっていうさ。え、佐野さんをディスってる？ いや、あのね、うなちゃんマンに関して言ったら、なんで俺は、もう、あそこまで行くと伝統芸能になるのかっていうと、あのね、何に対してもそうだから。もう、女だけじゃなくて うなちゃんマンの場合っていうのは、すべてに対してなんだよ、もう。オールなの。道具であろうが、店であろうが、友達付き合いであろうが、リスナーであろうが、もうすべてに対してそういうスタイルをとってるから、俺はそこはブレてないと思うのよ。おい、そうそう、おはよう、楽しんでて。そう、そう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 、未練があるわけでしょ。初見さんいらっしゃい、なのこさん。だから俺はあんまりその、もともと好きだったりとか、付き合ってたりした人の、まあ、お別れした後に、何かを言うっていうのは、俺はちょっとなんかダセーんじゃねえのかなって思うけどね。みんなおはよう。佐野さんディスではないけどね。本当にいい男だったり、本当にいい女だったら別れないでしょ。思いません？本当にいい女と本当にいい男だったらさ、ディスり合ったりしないでしょ。もうね、俺が見てて思うのは、いや、もうどっちもどっちでしょっていう。似た者同士でしょっていう。似た者同士。ドレさんにはね、これからもどんどん女性スキャンダルを出していってほしいと僕は思ってますよ。一人の友人として、ドレさんにはもう女性にはバンバンスキャンダルを出していってもらいたいと思いますね。開き直ってね。ドレ大嫌いなんだ。俺は別に嫌いじゃないけど、どの辺が嫌いなの、ななこさんは。俺は別に嫌いではないの。ただダサいって言ってる。嫌いか好きかで言ったら別に嫌いじゃない。俺はダサいと思ってるね。女、こと女に関して言ったら。女の件に関してだけはダサいと思ってる。全力で。ないわ。おはよう。どれの深夜食堂は今も配信中なんでしょうか。あ、見てみようか。はい、たくみさんおはよう。ぺこちゃんおはよう。もう放送終わったね。放送終わりましたね。ドレさんは今やってない。今日ゴミまだ回収してなかったよね、のんちゃん。ちょっと捨ててくるわ。家の前に出しとこう。
便利だよな。家の前に出しとくと全部回収してくれんだもんな、東京は。ああ、全然、アブさんお気になさらずに。携帯で見てたらわかんないもんね。便所さんがドレさんに、なんで便所さん切れすんの？なんかあった。ちょっと今一瞬ゴミ捨ててくるわ。待ってて。コーヒーも買ってこようか。じゃあ、のんちゃんに引き継ぐわ。のんちゃんこ、なんでよ。たまにはファンサービスしなさいよ。やだよ。なんで嫌なの？恥ずかしいから。何が恥ずかしい？なんだお前、人が、お前、人の商売恥ずかしいってどういうことだよ。俺これで飯食ってんだお前。旦那の食いぶちでお前恥ずかしいがねえだろ。はい、ネクさんおはよう。おはようございます。おはよう。あ、そうそう、あのね、あの、なんつったっけな、ユダヤ人の考え方がすごく面白いって話していいっすか。あのツイッターにも書いたんだけど、ミシュナ分配っていう話なんだけど、簡単に言うとみんなにクイズを出すんだけど、あのググって答え出さないで、ね、普通に考えてください。1枚の布がありますと、うん、1枚の布がありますと、でこれを2人が取り合ってるんですよ。2人が取り合っていて、で1人はこれを全部欲しいですって言ってるの。この布は在庫はないよ。でこの1枚の布を1人は欲しいですって言ってて、でもう1人の人はこれを半分だけ欲しいって言ってるので、まあ A さんが全部欲しいって言ってて、 B さんが半分だけ欲しいって言ってるの。この時にどうやって分配をするのかっていう考え方、みんなだったらどうするっていう。みんなだったらそのこれをその平等に分けるって考えるとき、平等ね、公平に分けるじゃなくて平等に分けるとしたら、どういうふうに平等、どういうふうに分けたら平等なのかっていう考え方をちょっと
考えようみたいなのがすごく面白かったの。みんなだったらどうする？ A さんは全部欲しいって言ってる。で、 B さんは半分だけ欲しいって言ってる。で、 A さんと B さんも両方ともそれを要求するのに必要な条件は満たしてる。で、必要な理由も満たしてる。この時どうやって分配するのが平等になるのかっていう考え方、みんなだったらどうします？こういう問題って面白くない？一人は全部欲しがってて、もう一人は半分欲しいって店の前で一枚の布を取り合ってる状態。あんまりこういうの好きじゃない。ワドリスナーあんまこういうの好きじゃないかな。あ、メイメロさんいらっしゃい。楽しんでってください。放送に向かないのかな、こういうのって。俺はこういうのすごい楽しいと思うんだけど。おはよう、みすけ。全部の人に売る。これは、全部の人にのんちゃんだったら売るか、どうやったら平等かって考える。のんちゃんはなんで全部の人に売るのかな。あ、いいよいいよ。これはね、考え方の問題なんだよ。だから哲学とか、お、 A の人に2分の1、 B の人に4分の1。おー、なるほどなるほど。おー、はいはいはい。4分の1をどっちにあげるのか、もう一回言うね。1枚の布屋さんの前で1枚こう展示されてる布がありますと。で、この布の前で、これは1個しかないの、在庫が。展示品だけなの。布は1枚。で、A さんと B さんが、その、交渉してるっていうか、その、僕は半分欲しい。この布半分欲しい。で、もう一人の人はこの布全部買いたいって言ってる。で、在庫はない。で、これを平等に分けるにはどうしたらいいかっていう。平等。公平じゃん、平等ね。ボーンズさんは結構面白い考え方だね。 A の人に2分の1、 B の人に4分の1。多分なんだけど、補足説明も入れてほしいよね。なんでのりこはその全部の人に売る。多分これ功利主義的な考え方なの、のんちゃんは。つまり、のんちゃんは店の亭主だから、利益の高い方に売ろう。だから今行われてる原理、今通常だっていう店側の商売に。じゃあ今度のんちゃんね、別の立場になって考えようか。店の店主だからそう考えたんだけど、 A さんと B さんは友達だと考えて、のんちゃんがこの布あげるよって言ってる状態にしようか。そうすると A さんも B さんも友達で、この人たちに、なんつうの、平等に分け与えるためにはどうしたらいいかって考えて、みーすけ、 A に4分の3、 B に4分の1、その心は。そう、これは理由が大事なんですよ。なぜそういう風に考えるのか。例えばボーンズさんとミースケとのんちゃんは違う考え方をしたでしょ。分かった、イムタさん。そう、なぜそれが平等になるのかっていうロジックが入ってると、同じような状況でも同じことができるわけじゃん。これ一枚の布だけど、これね、実はね、資産分与の話なの。これ資産をどう分けるのかっていう考え方。作り手のことも考えて A さんに全て渡す。なるほど。全部を使ってくれる人の方が、最大効果を発揮する。やっぱ功利主義だね。のんちゃんとイムタさんは多分功利主義的な考え方。3分の2と3分の1。その数字の割合なぜなのかを知りたい。A に4分の1。B にも4分の1。あ、これね、日本人的な考え方。はい、ドルさんおはよう。A に4分の1、B にも4分の1。残り、亭主。亭主って考え、店じゃなくて、譲る方で考えようか。全部欲しいやつも、半分欲しいやつも、どっちも欠けてるから平等。だったらさ、そのさっき言ったボーンズさんの、2分の1を渡して、4分の1を渡すっていう、ボーンズさんの考え方も、どっちも欠けてるじゃん。で、なぜミースケはその割合にしたのかっていうのを知りたいんだよね。で、俺、これを、この考え方を聞いたときに、ユダヤ人はやっぱ頭いいわって思った。
これを暗記させてんの、こういういろんな問いかけを、その宗教の中で暗記をさせて、その考え方で、この話がなんで面白いかっていうと、これユダヤ人の考え方なんだよ。これが正しいか間違ってるかじゃないのよ、実は。別に正解はないんだけど、ユダヤ人らしいと思ったの。すげえ頭いいと思ったの、うん。欲しいやつも半分欲しいやつもどっちも欠けてる。ミースケは A に4分の3、B に4分の1。うん。どれブーメランだよっつって。B に2分の1を渡す。要は B は要求通りのものをもらえる。A に2分の1を渡して、A はこれをコピーを作れ。なるほどなるほど。生産をしようと。だったら B の方が楽じゃない？ B は要求通りのものを手に入って、なんで私はその、なんつうの、私だけその生産をしなきゃいけないんだって不平不満が出ない。ああ日本人的かもね。喧嘩をするぐらいだったら譲らないと。それも面白いな。仏教的かもね、譲らないっていう。仏教だったら多分その布捨てるんだよね。仏教の考え方も面白いのは、この布自体に欲がついてるから、その A も B も幸せになれないよって考えるんだろうよ。そうね、俺ね、この宗教観はやっぱりその人類のその固有の考え方を作るっていうのはね、これが面白かったの。ユダヤ教の人たちがビジネスで成功するっていう考え方はやっぱりねすごいなって思ったよ、こういう問題を聞いた時、うん。で俺実はなんでこれ問題取り上げたいかって思ったかっていうと、あのね、俺どちらかっていうとこういう考え方に近いわっていう、だから日本人的ではないわっていう、うん。でもまあ井牟田さんの発想ってビジネスマンの発想だよね。もし自分が A さんだったら俺はコピーを手に入れて作るわって、うん、ビジネスマン的な発想かもしれない。数字作ったのもユダヤ人。あの数字って意味あるの知ってる？数字ってさ、1とか2とか3とかの形ってあれちゃんと意味があるのって知ってる？みんな、あれ角の数なんだよね。角の数が1個2個3個4個5個ってなってんの。だから本当0は0なんだよ、角が。あれすごいよね、あの元々の文字はね、角の数なんだよね。すごいよねあれ。ユダヤ人的な考え方をするミシュラ分配か、ミシュラ分配の考え方だとミースケが正解なの。ミシュラ分配の考え方的には、要はユダヤ人的発想をしてるのはミースケ、実は、うん。だからミースケはあのユダヤ人っぽい気質なのかもしれない。正解がどうっていう話じゃないの、うん。だからミースケ偉いとか誰々正解ってわけじゃない。で俺面白かったのが、実はねミースケとボーンズさんが言ってる考え方は一緒なのよ。でボーンズさんは多分欲しいものを半分ずつしかあげないっていう考え方じゃん。欲しいものを半分ずつあげるから、手に入れたものっていうのは、手に入れるものっていうのが半分ずつになるから、こう公平に近いんだよそれ。多分平等の考え方じゃないの、公平でしょっていう。だからそれはそれで面白かったの、ボンズさん近いなって。でミースケの考え方っていうのが、なんて言ってたかな、全部欲しいやつも半分欲しいやつもどちらも欠けてるから平等なんだけど、実は計算式上これが一番正しいの、損失の割合が一番正しいのがこっちなんじゃないかっていうふうに言われてる。だから宗教的にその教えられてたことが、実はそのゲーム理論とかその数学とかの領域とか哲学の領域においても実は合ってたっていう話で盛り上がってたの。要はね、損失の割合がビタビタになるのがこっちなんだって。 A さんに4分の3、ミシュラ分配、ミシュラ分配でねやるとね面白いよ。ちょっと待ってね、こういうの面白くない？
ミシュラ分配だっけ、なんだっけ、ミシュラ分配、ミシュナ分配だ、ミシュナ分配、ミシュナ、ミシュナ分配、キャプチャーしようか。あれ、ちょっと待って。これがそのミシュナ分配なんだけど、やっぱユダヤ人が金融強いのとかさ、こういうのをさ子供の頃から刷り込まれてるからなんだよな多分。ちょっとユダヤ人の勉強しよう。これかな、これが分かりやすい。ちょっと説明します。タルムードに記載されている遺産の分配方法はミシュナ分配と呼ばれ、それは2世紀末に、交渉伝承としてユダヤ教に広まり、6世紀頃、ゲマラにより構成されたものであるが、そのミシュナ分配は1985年に、ミシュナ分配のアルゴリズムが 不満を最小にする、ゲーム理論における協力ゲームの1個の解であると、同じ概念に至ったことが証明されたと。で、まあ、これは遺産相続の割合の話をしてるんだけど、簡単に言うとっていう例題が、あれ、これ例題ないじゃん。俺ね、こういうの分かんないから。こういうの分かんないから。だから、遺産を100万もらうって言ってた人と、200万もらうって言ってた人と、300万もらうって言ってた人。で、もし100万円しかなかった場合っていうのは33万で割るんですよ、遺産額を。でも100万の場合はこういうパーセンテージになりますよっていう。100万の人と200万の人が一緒で、100万円もらうって言った人は 50% で、面白いのが300万になった時に 50% で100、150になるのよ。だからそのこれが一番不満の数が少ないっていう。話題嫌いではないけど朝から重い、やめますか。うん、あたやめようか、ごめんね、寝起きでする話題じゃないよね。ごめんごめん、ついついどうしてもこれちょっとなんかみんなにシェアしたいなと思って。朝から重いよね。うん、どうもすいません、朝からすいません、どうも。頭が働かない、あー、なんて言えばいいんだろうな。そのロジックをどうやって組むのかっていう話なんだけど、再分配とかその遺産相続の話なんだよ。で、その布を、要はね、多分さっきボーンズさんが話したのは、1枚の布があった時に、要は手に入れられるものを平等にしようって考えたの。ボーンズさんの考え方は1枚しか布がないから、要は 50% ずつ、欲しいものの 50% ずつが平等であるって考えた。この理屈はわかるでしょ。100欲しい、1欲しいって言った人には 0.5 与えて、0.5 欲しいって言った人には 0.25、4分の1与えたの。っていう考え方が、ボンズさんの考え方。ユダヤ人に共通してる日本も地味に商売うまいんだろうね。マーケティングが下手だね。それの考え方なんだけど、昨日放送休んでないよ俺。ちょっと待って、面白い例えがあるんだよね。行われて、ちょっと待ってね。ミシュナ分配、布で例えてある、その解が分かりやすかったの。要は数式でできるんだけど、ちょっと待ってね。サバゲ放送いつやるのかは、放送を見てたらわかるはずですよ。まだ未定ですけど。で、俺、まだ未定だけど。どうやって考えるんだっけな。0.2 を、0.50% まず渡すんだよね。
まず最初に布を、半分にして半分渡すとどうなるんだ。4分の1。どうだったかな、最初のね入り、あ、出だしが面白かったんだけど、ちょっと待って、俺が忘れちゃったよ。公平に分配する古典理論、最初だから、最初にちょっと待ってね。俺も忘れちゃったよ。最初に1を渡して布を半分にして六芒星がある。あのね、日中同祖論に関しては、あのドイツ人が作ったんだよね、実はナチスが作ったの、あれは。ちょっと待ってね、俺が元ネタの解を忘れてしまったわ。答えを言うと、ミースケと同じ理屈になるんだけど、その考え方をシェアしたいのよ、俺は。破産 N ゲームの、ちょっと待って、破産問題。あれ、どこだったっけな。すまんすまん。これかな。あったあった。行きます。あったあった。ごめん、お待たせしました。ミシュナ分配、布の争いの原理。布が1枚あった時に、全部欲しいって言ってる人と半分欲しいって言ってる人がいる。で、その時に、4分の3与えると4分の1を渡すっていうのが、そのミシュナ分配の考え方。で、なぜだっていうところね。ごめん、お待たせしました。で、全部欲しいって言った人には、B には何も与えないっていう理屈が働いてると。で、半分欲しいって、言ってる人に対しては、2分の1を与えても良いって考えるんだ。半分欲しい。あ、半分欲しいって言ってる人は、相手側が2分の1与えてもいいっていうのと同じ理屈であるっていう風に考えるの。だから、まず A に半分あげちゃうの。だって、A に半分を与えたところで B は損しないから。だから、まず前提として最初に A に半分あげちゃうの。この時 B の損失がないっていうの分かる？分かる？この考え方が面白かったのよ。まず、A さんは全部欲しいっていうのは、 B には何も与えないっていう状況があると。で、 B さんは半分だけ欲しいって言ってるのはイコール A 側に半分与えても良いですよっていうから、 A に半分あげちゃうんだわ。そうそう、タルムードで、この考え方がまず日本人的ではないじゃん。B さんは A に半分与えても、その損失はゼロでしょうって。だからプラスから始まるの、 A は。で、残り半分を半分にすんの。だから、3分の4と4分の1の解が出るの。これが平等である。日本人的ではないでしょ。すっごい面白くない？これ意味わかった？要は損失の割合で平等さを測ってるの、量じゃないんだよ。面白いよね。だから、そのボーンズがやろうとしたのは、手に入れられるパーセンテージの割合でお互い不満を平等にしようって考えるじゃん。だけど、実は B さんがもともと半分しか欲しくないってことは、相手側に半分譲っても構わないっていう主張であるっていうことを考慮されてんのよ。面白いよね。前提条件によって解が変わるの。だから、その紐解き方が、そのなんつうの、哲学的じゃん。すごい。謎の女さん、バーガーありがとう。それ4822の法則、潜在的に心地いい。あ、いや、3人の場合とか4人とかの場合もあるのよ。だから、その割合の法則ではないの、このミシュナ分配に関しては。それはさ、ほら、藤田伝が言ってるお釣りの理論とか、がそれじゃん。
それとはまた別の話、たまたまその数字が当てはまっちゃっただけだから。多分 RMT さんが言ってんのは藤田伝のあのお釣りの法則でしょ。やっと理解できた、だからこの最初の前提になってる B さんは半分しか欲しくないわけだから、半分だけ欲しいって言ってんなら相手に2分の1与えても構いませんよっていう前提条件が考慮されてるっていう考え方すごくない？これで、それを計算式に置いちゃうとこうなっちゃうのよこうなってくると俺はもう手に負えないよね。こうなってくるともう手に負えなくなってくるだけどそのこういう計算式で考えた時に正しいっていう、だから頭のいい人ってすごいよね。だからその2世紀頃に考えた理屈っていうかさ、2世紀頃っていうか宗教で教えられてたものが実は正しかったとかってさ、これをさ数学を持ってないけど頭の良さで、地頭の良さでこれを数式がない頃に考えられるやつがいたってことでしょ。すごいよね。こういう話は面白くない？嫌いですか皆さんは。だからその学校とか行ってるやつとかこういうの理解できるやつっていいよね。なんか楽しいだろうね勉強とか。何書いてあるのか全然わかんない。不満をさ数式に置き換えられるっていう考え方がすごくない？人間の不満って数式に表せるんだってびっくりするじゃん。不満の数式が出ちゃうわけじゃん。すげえよな。俺こういうの好きなの。はい、これをちょっとなんかネタに話したくて、みんなはどう考えるんだろうっていう。でもビジネスマン的な考え面白いよね、ゲーム理論とか。だからどうやったらどういう確率でやるとギャンブル勝つとかさ、なんだっけブラックジャックとかがあれなんだよね、攻略法がもう見つかっちゃってんだよね。カウントだっけ、頭のいい人が勝てちゃうゲームなんだよね、記憶力がいい人が。だからブラックジャックのテーブルでカウントやってると弾き出されるみたいなさ、まあ、レインマンとかもそういう話か。俺だからねそれね、ルーレットでそれできると思ってるの。だからカジノ行きたいっていうのがあるのよ。要は赤と黒の来る確率の問題なんだけど、なんかさシュレディンガーの猫とかもさ間違って解釈してる人多いじゃん。シュレディンガーの猫ってさ、あの箱の中で猫が死んでるのか生きてるのかわけわからない状況っていうのが数学的には生まれちゃいますよっていう数学的矛盾の話なんだよね。合ってる俺の解釈。シュレディンガーの俺の猫の解釈は現実ではそんなこと、猫は死んでるか生きてるか箱を開けてみないと見なければわからないだけだけど、確実に死んでるか生きてるかの状態じゃん。だけれども数学的には死んでるとも言えるし生きてるとも言えちゃう変な現象が起こりますよっていう解釈で合ってる？シュレディンガーの猫って。金持ちが保有してる資産 78%、 3一般人が 22% とか、体の善玉が87、悪玉28、地球の8、バランスっていうよね。だから黄金法則ってやつでしょ。だからあの芸術家の人とかにもさ、あのあるんだよ黄金比っていうのが。多分そういうのにつながってるんじゃないの。おはよう、質問あるんだけどコメントで返して。コメントで、はいはいはい、
いっちゃんがパソコンから音が出ないっていう不具合で大変なことになってんだよね今ここ1週間ぐらいずっと音が聞こえないストレスだっつって悩んでるんだよ。じゃあのいっちゃんがね多分パソコンから音が出ないかいっちゃんの耳が聞こえなくなっちゃったのよ。だから今ねいっちゃんが困ってるの。サウンドカード買わなきゃ。多分いっちゃん無理でしょ、おじいちゃんだから、視聴欄ってどこにあるの何言ってるか分かんねえな超乱困ったな。小生ならわかるのがすごいよ。ハヨルさんありがとう。招き猫ありがとうございます。すげえ、ハヨルさんおはようございます。あ、すごい、いきなり高額アイテムありがとう。俺も運営が言ってきた、運営が言ってきた。あー、運営に誇張欄って何ですか、うん、いや運営さんも大変だよね。パソコンの不具合なのかサーバーの運営側の不具合なのか分かんないじゃん。だから俺も結構ずっとブツブツなんですけどっつってたけど、俺の問題だったのよ。 CPU が限界だったの。だから難しいよねそういうところはね。運営さんも対応しないわけにいかないしさ。だからね、どん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 そのパソコンとかが発展していって格差が生まれてるわけじゃん。これだからそのお年寄り向けの、だからね、俺Mac の製品が好きなのってそこなんだよ。iPhone がなんでその流行ったのかってさ、その体感説明書を使わなくても、その説明書ってなくなったじゃんスマホから。そうじゃなくて、その直感的に使える、人類が初めて渡された時にでも使えるっていう設計をしてるのよ。視聴の音が出ない。配信はできるけど視聴の音が出ない。
再起動再強説、いやもう1週間ぐらいこの状態なの。あーふわっちだけ出ないのか音が。どういう状況なんだろう、ふわっちだけ。今も俺の音聞こえてないんだよね。ふわっちだけ聞こえないってどういう状況なんだろう。ふわっちだけ聞こえない。ふわっちを起動するときに音が出ない。なんだろうな。ふわっちページだけゼロとかなのかな。いや音規制はないでしょ、運営さんが対応してくれてる時点で。音規制って聞くなっていうリスナーに対する規制ってすごいよねあなたは音聞かせませんどんな新手の嫌がらせでしょ。コメントかけないとかじゃないかんね。ブロックより立ち悪いよね。映像は見れるけど音声は聞かせませんすごい嫌がらせだよね。一番嫌な番だよね。生殺しだよな。生殺し。スピーカーとマイクの設定だと思うよね、アドリンね。でも俺がちょっとよくわかんないのが、電話がつながらないのか。多分ね、フラッシュの、フラッシュのはね、俺アップロードだと思う。多分その辺だと思うんだよ。フラッシュプレイヤーだと思うんだよね。え、のんちゃんどうしたの？ありえへん世界どうしたの？え、何のんちゃんって。両爪見れるんならそれはないか。何が原因なんだろう、ちょっとよくわかんないね。ふわっちだけ音が出ないっていう。で、アプリをダウンロードするわけじゃないもんね。やり方がわからない。ごめんね、ハヨルさん。ごめんね、また来てね。ごめんね、楽しめなくて。物理的に壊れてなかったら、その場にいたら速攻治りそうなんだ。多分そうなんだけど、それを言語とかで説明するの、文字で説明するのって俺苦手なんだよ。だからね、多分俺は無理。いっちゃん、リプ飛ばしていいよ、リプ。ちょっとごめん、俺も放送しないといけないからさ、リスナーさん離れちゃうから普通に雑談するわ。リプ飛ばして。多分キャッシュかな。そうなんだよね、遠隔がいいんだけど、遠隔とかもわかんないんだよね、いっちゃん。遠隔ツール便利だよね。
何の話しようか。ニコ生だったらその質問だと窓から投げれば治るよって、優しいよねふわっちは。うん、ニコ生のツールはニコ生窓から投げろとかねひどいよね、もう対応する気全然ない。でもさ、そのなんつうの、調べることができない人とかさ、その理屈を分かるまでってさ、パソコンってすごい時間かかるじゃん。で、未だにさ、その今だとさ、LAN とか繋いだら勝手にパソコンが繋がるけどさ、昔ってなんかプロトコルコマンドとかなんとかとかさ、すごいインターネットを設定するだけで大変だったよね。なんかもうあーってなるぐらい大変じゃなかったあーってなった記憶があるんだけど、昔もう頭のいい人じゃないとパソコンでできなかった時代あったよね。なんかそのなんとか設定みたいなさもうだから選ばれし者だけがインターネットに接続できるっていうすごい時代があったんだよな。一応プロバイダーにはカスタマーあるけど、そこで優しい人なら、うーん、プロバイダーの問題じゃないと思うんだけどな、今回のいっちゃんの件はね。だから今便利な時代になったよな、勝手にやってくれるもんね。便利なサービスがいっぱいあるよ。問題じゃないけどアドバイスくれるね。うん、そうなんだよね。ワドオフィシャルページさ、プロバイダーとか料金払ったのに1年間ほったらかしでさ、どうしようか迷ってんだよね、更新しようか。結局ワドオフィシャルサイトからさ、広告料って1円も入ってなくて、結局1年間無駄にしちゃったんだよ。でブログを来年更新するかさ、ちゃんとやった方がいいのかな。多分誰も読んでないんだよね、ワドオフィシャルブログ。ワードプレスでやってるけど、しかもまだ作りかけだしさ、自分のサイトって持っといた方がいいのかな。誰かワードプレス作れる人いない？誰かやってくんない？ワードプレス、ワードオフィシャルサイト、そう、もうブログだけ更新できる状態にしたい。告知とサイト運営難しい。だからサイトでちゃんとこう金を回してる人すごいよね。田舎なんだよね。うん、だからこういう時持つべき友はね、持つべき信頼できる友がいるとね、すごくいいんだけどね。うわ、鮫島さんめっちゃいいじゃん。うわ、鮫島さんサバゲーめっちゃいいじゃん。かっけえ鮫島さん似合うなサバゲー、似合うな。フフマンおはよう。鮫島さんがなんか暗殺者みたいになってるワードできる、うーんとね、俺はできる、ね、めんどくせえやってあげるべきかな、やってあげるべき、いっちゃんに。遠隔ツールでしょ、やる？いっちゃんのパソコン直す枠やる？あれ、パソコン消えた。やる？なんで俺がそれやんないといけないんだよな
遠隔。のんちゃんさ、ふわっちだけ音が出ないときってどういう状況かな。のんちゃん寝た？うん、のんちゃん寝るの早えな。人の PC 覗いて TTTT 言ってた人？何それ、 TTTT って。それわかんないのよ、RMT わかんない。ターリー知らない。そういう生の人がいんの。あ、ヒゲ短くしたわ、伸びたから。ヒゲ短くしました。ああ覚えてないかな、わかんない。弾幕の人 TTTT 知らない。俺の枠の話？俺人の枠見ないからわかんないよ。そう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 、みんなさ、オクターブチューニングできました。もう1時間ぐらいいじり倒したの。俺のギター今全部のチューニング合ってるから、すごくない？俺のギター治った。ちょっと待ってて、いやー滑った、寝てる、うん、半分こになる話はた、あのもう終わったからのんちゃんも答えてたから。それギター直ったんだよみんな。でもね、逆にね、狂ったチューニングで覚えてたから俺では違和感あるんだけど、聞いて。おはようサリーさん、ちょチューニング合わせるね。すげえ弾きやすいの。もういじり倒したよ。じゃあじゃあじゃあギター弾かないから。ギターが治ったんだよ。これまず普通に合わせんじゃん、チューニングを。フラットだと合ってるでしょ？合ってるじゃん。で今度ほら、すごくない？合ってるでしょ？合ってるでしょ？綺麗な音が出るようになった。すごいでしょ。15の夜、1曲だけよ、1曲だけだよ。ちょっと待って、15の夜弾けるかな。ちょっと待って、難しかったら弾けないけど、いけるかな。聞いてください。ありがとう。おはよう、うまいさん。
落書きの教科書と外ばかり見てる俺、超高層ビルの上の空、届かない夢を見てる。やり場のない気持ちの扉破りたい。校舎の裏タバコをふかして、見つかれば逃げ場もない。しゃがんで固まり、あ、間違えた、ごめんね。しゃがんで固まり、背を向けながら心の一つも分かり合えない。大人たちを睨む、そして仲間たちは今夜、して仲間たちは今夜、家での計画を立てる。とにかくもう学校や家には帰りたくない。自分の存在が何なのかさえ分からず震えている。15の夜、盗んだバイクで走り出す行く先、あや、おはよう。分からぬまま暗い夜の帳の中へ、誰にも縛られたくないと逃げ込んだこの夜に、自由になれた気がした。15の夜。でも前より合ってるでしょ。ギター直りました。はい、15の夜、ありがとう。ギター音直ってるでしょ前より。あ、ありがとう。あ、花火ありがとう。15の夜でした。リクエストありがとうございます。すいません 歌嫌いなリスナーさん、どうもすいません。はい、あやいらっしゃい。ねえ、よかったよかった。おはようゴーさん。浜田省吾わかんないな。浜省ってどんな歌あるっけ。親父が浜田省吾好きだったけど。いや、よかったよ。しかも指板が押さえやすくなったし、なんかギターの構造がよくわかった。前になんかすごい熱心に教えてくれたリスナーさんがいたんだけど、要はね、弦高がずれてたんだね。弦高のずれとね、ネックのずれだった。替え歌、替え歌はやんないけど、俺替え歌はやんないっすね。そうよね。アルイスさん、おはよう。楽しんでてね。替え歌はあんまやんないっすね。おはよう、解放。でもこれで、あの、高いギター買わなくて済んだかんね。即興歌だ。はいはいはい。即興歌ね。オリジナルソングね。治ってよかった、嬉しかった。やっぱね、あの、道具は使いこなせるようになると面白いよね。なんかここをいじる、ここをいじるってやってさ、5,000円のギターでもちゃんと音出るんだと思ってちょっと感動したよ、うん、そう。メーカーの悪口言ってたけど、メーカー全然悪くなかったって。俺が道具を使いこなせてないだけだったって。弦もそろそろ変えようかな。もう4ヶ月ぐらい経っちゃってるから。5,000円だったんで、すごい安い。日本で一番安いレスポールだったの。中古で。エピフォンっていう、まあ安いメーカーなんだけど。
おい、猫おはよう。それにしても5000円ではいい買い物したよね、これ。だいぶ遊んでるよ。もう元取ってるでしょ、全然。もう元取ってるよ。なんかこの前ブラフマンがテレビ初登場の V 見たね。ブラフマンもう何周年っつってたかな、20周年、ブラフマン20周年記念でなんかやってたけど、すげえやっぱトシローかっこよかったな。ブラフマンかっこよかった。あの沖縄の人とのコラボが良かったね。沖縄のソングをカバーして、あと五大号をさ、あのカバーしてるの知らなかったんだよね。あの俺ブラフマンのオリジナル曲だと思ってずっと聞いてたの。え、これカバーだったのと思って。五大号、五大号いいよね。俺さ、五大号現役で聞いてる世代じゃないけど、五大号ってどういうポジションなの。テレビ出てたんだよ。そう、 YouTube に動画あったよ。で、あのカバーっていう、カバーソングだかカバーなんとかっていう、ブラフマンカバーで出てくるんだけど、カバーっていう、そう、リリー・フランキーがやってる番組があって、で、その人のカバーをするんだけど、ブラフマンがもう初めて出て、こだわりがなくなったんすよつって。昔はそのなんかやってることがやっぱほらライブのバンドマンだから、なんつーの、そう、メインカルチャーに対するなんか反感みたいな、俺らはテレビの人間じゃねえみたいな、そういう大衆側じゃねえみたいなのあったけど、今こだわりなくなりましたねっつってて、そう、それで言おうと思いましたって、ね、今ブラフマンがカラオケで歌える時代だもんね。トシローかっこよかったよ。俺が女だったら抱かれたいわ、トシローに。ハードコアと民族音楽の融合だよね、うん、あの敏郎がさ中国でやったライブ知ってる？トンファーの。俺あれ何回見ても敏郎の凄さが出てるっていうか、あのブラフマンっていうハードコアバンドがいるんですよ。あの知らない人は、あのもう若者にすごく人気で、もうすごい売れたんだけど、でもテレビとか出なかったりとか、要はローカルの、もうローカルっていうのもまあブラフマンすごい有名だけど、めちゃくちゃ人気のハードコアバンドがあって、リオと一緒に瓦礫の片付けやってた、何日もやってたね。そうそう、その時のあのことを考えて、その沖縄の震災のカバーソング、阪神大震災で歌われてたカバーソングを歌ってるんだけど、すごい良かったよ。伏線は何、被災してるの。うん、かっこいいよね。で、なんかその震災の被害を受けたカバーをやるんだけど、すごい良かった。何の話だっけ？敏郎の五大号か。東北大震災の時に一緒に作業した肩組んで、マジで、あ、そうなんだ、伏線も行ってたんだ。俺あの時いくつだったかな、行かなかったこと一生後悔してんだよね。うん、まだ現地も入ってないし、今入れないのか、封鎖されてんだよね。うん、そう、中国人、石じゃない、もうなんか食い物とかホットドッグとかペットボトルとかバンバン当たってんの、生卵とか。要は日本人だっていうことで、そうそう、中国のライブだ、ポロンズさん、
そう、トンファーっていう曲がすごい好きなの俺。Lying on the ground, you lose the fuck って歌があるんだけど、それをもう一切ブレずにバンバン物飛んでバンバン敏郎に当たりながらも生卵とかべちゃーなりながら歌うのよ。歌い切るの。あの時にね、俺はね、もう中国人の国民性がもう大っ嫌いになったね。なんであんなひどいことすんだよな、日本人ってだけでな。あれはかっこいいよね、もう本物だよね。そう、もうバンバン物投げられながら歌い切るの。 YouTube に多分残ってるよ、ブラフマン、トンファー、中国とかで。どんな気持ちで歌ってたんだろう。もうなんかね、そう、アンチコメントを浴びながらね、懸命に配信をする俺の姿と被ったよね毎日石投げられてたからね、ニコ生の時はねでね、耳がさ乾燥、湿ってるタイプってさ、縄文人って本当なの？俺、耳がさ乾燥するタイプじゃなくてさ、湿るタイプなのよ。これで縄文系って本当？なんか DNA で2種類あるらしいよね、日本人って。耳が乾燥するタイプと耳が湿ってるタイプ。俺乾燥したこと一回もないんだよね、生まれてから。だから未だに耳かきっていう存在が何のためにあるのかよくわかんない耳かきなんかやったことないんだよね。そう、脇が系男子。耳が湿ってる人は脇がになりやすいのね、 DNA 的に。で、縄文系のそのあれなんだって。多分沖縄の血が入ってるのが強いんだと思うけど、うちの家族みんなあれだもんな、耳かきなんか使ってないもんな。だから母親の DNA だろうな。どっからどう見ても縄文。でもさ、顔立ちは弥生系だよね、俺。顔立ちは面長でさ、思いっきり弥生系の顔なのにさ、ヒゲの濃さとか体毛とかが縄文系なんだよねだから、なんつうんだろう、ちょっとわけわかんない顔立ちだよね。だって沖縄っぽくないじゃん、なんかこういかつい感じじゃないじゃん、沖縄の顔は。その大和民族っぽいんだけど、やっぱ体毛の濃さとかね、あの耳の湿りとか DNA 的にはね、そう親子でも違うから都市伝説。あ、親子でも違うんだ。あ、だから親子で違うの、ほら、だから母方が弥生系か縄文系かじゃん。で、縄文系の DNA らしいよ。え、あれ都市伝説なの？血が入ってるかどうかでしょ。そうらしいよ。今の日本は混血。まあ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 、もちろんもちろん、そりゃそうでしょ、うん、それは分かってるわ、さすがにチャム。そんな極端な、そのアイヌの人でアイヌだけの民族とか今いないでしょでもさ、俺ね、アイヌの服とかすっげえ好きなの。アイヌの民族衣装とかかっこよくない？アイヌ系のそのタトゥーとか俺好きなんだよね。縄文系の女の人も綺麗だと思うし、ああいう独特の美人っていうか好きだよ。だ、沖縄の女の人とかも綺麗だしね。泣くなよやえよえ。俺、あの花ってあれなんて歌なんだろう。沖縄の花って歌あるじゃん。あの歌超いい歌じゃん。あれ花って歌だっけ？弥生時とかクソだせえ。縄文時の方がかっこいい。花って歌だっけ、あれ。あの歌よくない？道端三兄弟ハーフ。あ、わかんないわ。昔のアイヌの写真、日本人離れ。ごめんなさいじゃない、泣きなさいね。歌っていいっすか？歌ったらダメ？
歌ったらダメっすか。あ、でも行動的にちょっと無理かな。歌ってもいい？花。縄文土器は半端ないんだ。へえ。まあでもなんかそういうのかっこいいよね、土器って。あれ、土器って何なんだろうね。歌ったらダメっすか。ちょ、この歌覚えたい。この歌マジで覚えたい。中康介っていうの？あの時代のセンス。え、縄文土器ちょっと検索しようか。縄文土器。あ、三線。家にあったよ、三線。母親買った。うわ、超かっけえじゃん。何これ。ヤックンおはよう、アイテムありがとう。おい、セフィシンゴいらっしゃい。詐欺師はあの NG ワードだから気をつけろっつってんの。あー、ミステリーグールだよね。ミステリーグール。かっこいいよね。あ、かっこいいわ。感性がしょうもない。これとかマジですごいよね。かっこよすぎるでしょ。これやばいわ。すげえまがまがしいもんね。マンスリー激下がり。やばいよ。マンスリー激下がりだよ。ほんと食えなくなってったんで、マジで開き直ってるもん、もう。もう稼ぐの無理だわ、と思って。諦めてはないけど。マジでだだ下がりだよ。ちょっと、億万長者は難しくなって、どんどん離れていくかんね。やっぱ人間って欲はダメだな。超かっこいいね。いや、これはやばいわ。縄文土器はかっこいいわ。誰だよ、こういういたずらしたのは。誰だよ。やめなさいよ。誰だ、縄文土器で遊んでるバカ。やめなさいよ。FC2 でハメ撮り動画？ハメ撮り動画なんかやんないよ。やんないやんない。え、クニーデップ船長そんなことやってんの？いや、俺そんなの知らないんだけど。そんなことやってなくない？ YouTube ライブはどうなん？いやいや、いいよ。ただ、まあ、フォロワー数が少ないから、俺はふわっちの方が稼げるからふわっちやってるけど、まあまあ悪くないよ、YouTube ライブ。土器の危機一発はやばいよね。一回逮捕されてるんだ。知らなかったわ。知らなかった。へー、そうなんだ。ちょっと鼻歌わせて。よいしょ。めんどくさい配信者、だいたいいい加減なやつ多い。こんな音？ん？川は合ってる？な、どこどこ行くの、ここで合ってるかの、人も流れてどこどこ行くの、そんな流れがつく頃には、え、違う歌だった。花として、花として咲かせてあげたい。これで合ってる？泣きなさい、高いな。笑いなさい、いつの日か、いつの日か花を咲かそうよ。難しい。音程ずれてるよね。あれ、このコードがよくわかんないな。夏川りみバージョンの方がいいのかな。ビギンバージョンにしたんだけど。
夏川りみだとどのコードになるんだ。涙流れてどこどここう行くの。高いね。やめよやめよやめよ。うちの犬が吠え出した。あ、本当に？あ、どうもすいません。ワンワン。のんちゃん抱かせて。ダメだよ、俺の可愛いのんちゃん。絶対ダメだよ。うちの犬は首かしげ出した。やめなさいよ、そういうこと言うの。ハメポヨでやってる？え、なに？ AV 男優みたいなことやってんの？クニーデップ船長って。知らんかったわ。そういう系の人だったんだ。ふわっちやってないでしょ。ニーデップ戦場見たことないよ。ふわっちやってんの？ニーデップ戦場絡みは1回あったことは2回くらいあるかな。キャスバーで何回かあったけど、キャスバー以外ではないかな。あー、人が来ないのか、うん、ツイキャスだと大手でしょ。なんで配信サイトで埋もれる人がいるんだろうね。なんか配信サイト変わると埋もれちゃう人の特徴がよくわかんないかな。こっちのサイトだとうまくいくけどこっちのサイトだとうまくいかないみたいな人結構いるよね。ふわっちだと50人か。あ、でもまあそれは50人いたらそこそこ人集まってる方なんじゃないの。わからんけど。意外とすごいなと思ったのがさ、なんだっけ、あいつ女リスナー多いけど金ないからな、リスナー。あー、まあ金富裕層を掴んでるかどうかっていうのはあるよな、正直な。うん、リスナーさんがその金持ちリスナーだと食えちゃうからな。でもさ、お金持ちのリスナーと貧乏なリスナーって何が違うんだろう。トークスタイルで変わるのかな。それとも金を持ってるわけじゃないんだけど引っ張ってるかっていう問題もあるじゃん。あの、なんつうんだろう、借金させたりとかさ。そのだからいい女ではハメ撮りして FC2 で動画販売。あー、うん、なるほど。すげえな、えぐいな。え、それって公開されてる情報なの？本人がそれ割り切ってやってんの？それとも顔を隠してたりとか、違法、なんつうの？クニーデップ船長ですっていう風にやってるんだったら俺は別にいいと思うんだけど、自分の、その、自分の身だけ守ってやってるんだったら卑怯じゃん。うん。要は顔自分だけ覆面つけてて、クニーデップ船長って名前で。認めてんならいいんじゃん。うん。いや、食ってくために仕方ねえだろうって言ってるんだったら別に俺は向こうも合意でやってるわけでしょ。あ、やってた時の話だよ。後か、後出しで認めるってわけじゃなくてね。無修正であげてたからいろいろ問題になってた。あ、それはまあダメだよね。それはファン離れるでしょ。
そうなんだ。なんか女から金引っ張ろうっていうのはあんまり好きな考え方じゃねえな。なんか色恋で金を引っ張るっていう考え方があんま好きじゃない。なんか嫌じゃない？ホストとか、まあ飲み屋だったらさ、別にトークとかさ、その面白さとか商売だと思うけど、俺はなんかそういうなんか女の子が一生傷つくわけじゃん。そういうのはすごい嫌だ。まだあるの FC2 に。ってことはまだ収入入ってきてるってこと？あんまりそのなんか人が不幸になるような感じは嫌だかな。割り切ってるんだったら全然俺はありだと思う。女の子も男側も割り切ってるんならありだと思う。はい、おかえり、あや。おはよう、TK 忍者。配信の中で色恋はいらないよ。いらないよ。はいはい、MRT、あ、じゃあ RMT、またね。ハメポヨってやつなんだ。おい、アロイスさんいらっしゃい。配信の中で色恋。まあだって俺のこと好きな女の子なんかこの中にいないでしょ。俺のことを色目で見てるやつ いないでしょ。和道さん素敵って、病気だよ病気それ。あ、そうだよね。女の子は自分で FC2 やった方が儲かるよな。そりゃそうだ。いや、いないでしょ。出演する女の子に一律10万。あ、じゃあバカ儲けできるじゃん。めちゃめちゃ儲かるじゃん。クニーデップ船長は。10万以上稼げるでしょ。女ができると配信者大概面白くなくなる。俺は？俺はあんま変わんなくない？マジで、もともとつまんねえとか、お前誰だお前。今コメントでもともとつまんねえからだよって言ったやつ謝れ。あ、書いてないか。すまん。ホモとババアとポケモン。金持ちもいるでしょう。うちのリスナーは多分。ワドは初め見た時から彼女いたしよくわからん。あ、でもいてもいなくても変わんないよ。いなくなって面白くなったとかないでしょ。いて面白くなったとか。俺はね、配信においてのんちゃんはすごい上げまんだと思ってるね。配信に理解あるから。のんちゃん付き合ってからだもんね、ふわっち始めたのも原因も。ゆうきさんいらっしゃい。彼女も実は壮大なネタようなような気がする。俺はあんま変わんない。いや別にネタっていうか、その俺はいつも言ってんだけど、人生全部ネタっていう考え方なのね。それはネタにするって意味じゃなくて、配信者ってもともとそういう存在だからっていうのは先に言ってる。仮想通貨は儲からないと思ってるかな俺は。仮想通貨今時期じゃないっていう。でもしやるとしたらリップルかな、もしやるんだったら。アドさんたまに天然かなと思う時ある。嘘？俺天然かな？なんで？俺天然要素ゼロだと思うよ。
天然のところないと思うけど。 TJ とか横山みどり、おゆきさんありがとう。お、ちよこだ。ちよこ風船ありがとう。うん、全部ネタでしょ。今回仮想通貨リスクに投資が熱い。あんまり俺はほら実業が好きだから。株は面白いよね。やるんだったら株かな。株は面白い。仮想通貨は絶対爆上げしないっていうのが俺の読みだから。もう昔やってた人が儲かるとか、俺のリスナーさんで、10倍にした、なんつったっけ、すごかったよね。10億って言ってたっけ。10億儲けた人がいるよ。この前トツかかってきたけど。うん、ホリエモンは湯沢翼やってた時期がだって 4,5 年前じゃん。今やる、やってないと思うよ。成功者はどう？成功はしてない。腰痛くなるよ。まあ職業病だからね、それはしょうがない。腰痛くなるなる。なんか別に、なんだろう、やりたいことやって飯食えてるから、お金を増やしても幸せになると思ってないのよ。3000万儲かってる YouTube だから、その3000万儲かつけたいっていうのがないのよ。お金が欲しいわけじゃないから。わかるかな。セフィあれば便利だけど、その苦労をして手に入れるものが嫌なの。そのストレスがかかることをやりたくないのよ。難しいんだよな、これ生き方の問題だから。なんだろう、わかるかな。これすごい難しいよね。金が嫌いなわけじゃないのよ。金は欲しいんだけど、だって別に儲けてなんか変わると思わないんだけど俺。なんか金が一番欲しいものではないから。例えばじゃあふわっちのフォロワーが、初見さんいらっしゃい、ふわっちのフォロワーが1万人になるのと、お金1億円手に入れられるっつったら、俺は 100% ふわっちの閲覧の方を取りたいもん。1億円捨てるよ。どっちかくれるっていう話だったら、そっちの方が価値があると思ってる。だから時間、だから分かった分かった、簡単に言うわセフィ、あの時間は変えない、以上です。はい、もうシンプルな答え言うわ。理屈いらない。あのお金よりも時間の方が大事、以上。うん、変わってるかな。ねえ、そのお金で時間を買う必要が俺はないって感じかな。はい、しんさんはコツ、昨日ありがとね。簡単だよってよ。うん、いや分かんない。いや、おかしいとか間違ってるとか、そのどっちが正しいって話じゃなくて、その例えばさ、セフィーさ、好き勝手生きてるわけですよ。で、正直言って欲しいもんそんなにないの俺今。あるよ、ボクシンググローブ欲しいなとか、サバゲーの銃欲しいなとか。でもお金なくても手に入るから、稼げばいいだけだから。毎日ゴロゴロしてる。あんまりでもやっぱりビットコインやろうっていう気にはならないかな。ぬらりひょんいらっしゃい、わこつ。なんかその時間ってすごい限られてるわけじゃん。自分の欲しいものが限られてるから。え、いっちゃんめんどくさいってどうしたの。価値観ででしょ、完全に。
だって放送やってたらね、新しい出会いもあるしさ、楽しいことがいっぱい起こるわけだから。はい、ワドちゃんおはよう。やりたくなったら教える。ああ、ありがとう。ビットコインはもう値上がりしない。俺もそう思ってる。配信ネタになる。あ、そういう感じ、そういう感じ、そう、まさにそう。フグセンさん、そう。例えばスーパーファミコン俺好きかって言われたら、好きだったら配信止めてやってるはずなの。俺配信外でスーパーファミ5全然進んでないし、あの配信のネタとしてやってるのよ。みんなとやったら面白いかなみたいな、本当にそんな感じだから。配信バカなんだよ。うん、そういう感じだから、そのビットコインで大儲けしようっていうのはあんまなくて、ビットコインでみんなが盛り上がったら面白いみたいな。 BGM はね、スムースフリクション、スムースフリクション、よたものいらっしゃい、スムースフリクションですね。はい、ワード2、タンタンいらっしゃい。なんだろう、グッと来ないな。なんかそう、儲け話いっぱいあるんだよ。だからあんまり関心がない。あんまり関心がない。それよりも花火で結果出したい。Please give me fireworks。 損得しか考えない俺がおかしいのか。いや、それはそれでいいじゃん。うん、なんか餅は餅屋っていうかさ、なんかリスナーさんにいろんなジャンルの分野の経験してる人がいれば、俺はそれは情報もらえるからいいと思ってんだけど、なんつうんだろう、なんかこう、俺は配信のプロ、セフィーはビットコインのプロでよくない？例えば俺がセフィーに配信始めろよ、儲かるぜって変じゃん。変でしょ。そういう感覚。うん。あ、そうだったんだ。うちのリスナーさん優しいからみんな答えてくれるよ。いや、負けたからやりたくないんじゃなくて、その、なんつうの、楽しいことにお金使いたいって感じかな。自分が関心あることにお金使いたい。画面下に兄ちゃんめんどくさいがずっと流れてる。ああ、ごめんごめん、そういうことか。他のテロップにしようか。いっちゃんが今音が出ないから、これ流しておくか。そういうことか。チャットをしてたんだよね、いっちゃんとやりとりしてた。ありがとう。共同企画が向いてる。共同企画って何？配信の企画？いや、だから金儲けやるんだったら配信者になんかなってねえよって話だよ。金儲けること考えてんだったら配信者になんかなってねえっていうのが俺の答えだよ。俺が欲しいものには配信の中には俺の欲しいものが詰まってるけど、配信？共同企画？まあ今トレンドだよね。深夜庁テロのフットサルとかね。企画は金だけじゃないよ、面白みがある。まあまあまああるね。なんだろう、
まあね、まあ適当にだ、適度にだな。コラボは慣れ合い、慣れ合いは見てて個人的に慣れ合いが何なのか未だに分かんねえかんな俺、うん、慣れ合いが何を指す言葉なのかよく分かんない。いやーやだね、俺つまらないやつと絡むっていうのがやだから、うん、別になんつうんだろう、俺が彼と話すことは何一つないっていうポジションは今のところ変わってないよ。うん、便所太郎さんめちゃめちゃ稼いでるよ。捨て頃前回すごい稼いだよ何言ってんの便所太郎さんめちゃめちゃ捨て頃で稼いだよ。利益聞いたけどとんでもなかったよ。多分みんなが思ってるよりはるかに多い金額手に入れてるよ。何回も言わせんだよ。だから彼と面白くない、俺はだから何をやるっていう時も誰とやるのかっていうのが重要だと思ってて、でなんつうの、仲間とやる楽しさとかあると思う。鮫島さんサバゲーとかめちゃめちゃ面白いけど、嫌いなやつとつるむ気はないよ俺、うん、おはよう丸さん、アイテムありがとう。ステゴロ面白かったよね。また出たいなステゴロ2。石野とつるまないの？連絡ないね。いや別にタイミング合えばつるむけど。でも旅に出るんでしょ石野。メガネ外すと、うん視力悪い。誰とやりたいとかは特にないかな。一番弱いやつやりたいね。一番弱いやつかかってこいよって。こうやこうよこの野郎。俺はこうやとやりて。こうやでもお前妖精ザクロでもかかってこいこの野郎、負けねえぞ、うん、いやこうやとね、こうやとバッチバチにやりたいね、うん、ふぐちゃん、ふぐちゃんがたいいよ結構彼を、うん、ザクロはダメ、うん、極端な話便所さんがミュウツー戦えって言ったらやる、それそれやります、やります、それはやります。はい。やります、もちろん。極端な話、それは、なんつうんだろう。俺は仕事としてやるから。から彼と慣れ合う気なんかない、ないよ。一切。会話もしないよ。ただぶん殴って殺すだけだよ。だから、仕事は仕事って割り切ってるけど、俺のやる仕事っていう、演者側だったら、共演 NG とかないけど、まあ、絡まないよとだけ伝えて。うざいから。それは便所兄貴が言うんだったら何でもやりますけど、まあその昨日話したんだけど、鮫島さんが和道とお前とやってお前1ラウンドで殺してやるよっつって、それは便所さんには報告したけどね、鮫島さんが俺とやりたいって言ってて1ラウンドで KO するって言ってますがっていうのは報告はした昨日便所さんに。やってて楽しいことを仕事にするのが一番、俺はそういう考え方かな、うん、あそっかのんちゃんセコンドもありなのか、うん、
その考え方はなかったわ。のんちゃんがセコンドもありか。でものんちゃんテンパるしコミュ障だし、あのパニック障害出ちゃうでしょ。あんな舞台にあげるの無理でしょ。のんちゃん、あの俺がやられそうになったらリングインしちゃうタイプだから。キックとか練習しないで合気道とか水拳とか極めてほしい。いや強くないっすよ。あの水拳とか合気道とかは。実践的ではないと思いますよ。財布の色？財布の色はこんな色。灰色？これが俺の財布だね。まあ、のんちゃんにマイクパフォーマンス一言とかありかもしれないけど。まあ、のんちゃん絶対嫌がると思うけどね。言われたらやるけどさ、ミュウツーってかなんつうの、閲覧持ってないじゃん。金払ってミュウツーの試合見に来るやつなんかいないと思うよ。いる？ベルルっていいよね。そうそう、大きいガシ持ちの財布が好きなんだよね。でもね、もうね、配信ほら機材があれだから、経営者やってる時これ良かったんだけど、こう持ってで印鑑とか手帳とか全部入るから、証明書とかステッカーとかも入るしさ。だけどね、もうあのコンパクトな財布1個買おうと思ってる。ボールペンも入るし、名刺も入る、何も入るって、システム手帳みたいな大きさなんだけど。今ポケットに入る小さい財布欲しいね。リュックからこれ出すのすごい時間かかるから。会社経営やってたよ昔。スヘイいらっしゃい。失敗したけどね、うまくいかなかったけど。折りたたみ派なんだ。なんかマネークリップみたいな札やつあるじゃん。ああいうのがいいね、コンパクトのやつ。ルブタンの財布？これベルルッティが欲しい。ルブタン。外は漢字変えたよ。 あんま好きじゃねえわ。ああ嫌い。これ流行ってたよね。あんま好きじゃない。嫌いですね。ダサい。絶対使わない。時計なら IWC とか。俺はねパネライが欲しいかな。パネライはかっこいい。パネライの時計、パネライ良くない？あ、でも時計は買うことないだろうな。時計はあんまり興味がない。
メーカーとかも全然わかんないし。天気悪いな今日。雨降んのかな。占いは信じはしないかな。幻話担いだりとか楽しんだりとかはありだと思うけど、占いは当たるとは思ってないかな。当たるか当たんねえか分かんなくて面白いとかは考える。こういう面白い話あってさーとか乗っかるけど、幻を担ぐとか乗っかるけど、占いを信じてるやつは信用できないかな。うん。ノリですね。別にあんまりそのなんか名前を変えることに関してよく質問あるんだけど、ノリ？別に名前変えても困らなくなってきたから、ノリかな。なんか服変えようみたいな感じ。なんかそこに対する決意とかあんまりない、金前さんは俺好き。カッコとかアットマークの後みたいな変わるよね。あれはすごいいいアイディアだなと思って。俺も好きだね。金前さんの、なんか、禁酒中とかさ。なんか、そういうのいいよね。ベースは変わんないけどね。金前っていう。もともと2チャンネラー兼ブロガーだね。でもね、あのね、これよく言うんだけど、面白い人は面白いよ。例えば、深夜町って売れる前、アメブロのブロガーで1位だったのよ。なんとかランキングで。やっぱりその、文章が面白いから人が来るんじゃなくて、面白い人間が文章を書いたり、面白い人間が何かをやると面白くなるだけ。エミさんももともと大手で面白い発想力だったから人気があって。だ面白い発想力だから漫画も人気が出たって。ただそれだけだよ。面白いか面白くないかだよ。人としてどうかだよ。あんまテクニックじゃないと思ってる、そこは。岩川久しぶり、お疲れ。
うん、名前の漢字ね、和道にした。読みは変えてないけど、和道で。山様いらっしゃい。ああ、アイテムありがとう。ここ一軒家じゃないよ。アパートだよ。一軒家じゃない。すげえ狭いよ。アパート、アパート。広く見えるって、もう、だって、この椅子が置いてあるところって部屋の半分だよ。これが半分。ここのメタルラックが、これが半分、部屋の。だこの幅が後ろにあるだけ。あと、奥にキッチンがある。あ、でもね、ちょっとごちゃごちゃして、もっと汚いのよ。結構ひどいのよ。だから、あの辺をちょっと変えて、その、銃飾ったりとか、スーファミとか、その、配信で使うものをディスプレイしようと思ってて、ギターとか。ちょっと今考えてる。便所太郎さんがすごいおしゃれだから、便所太郎さんみたいにしたい。あと、これをどこに飾るかだよな。かさばるから。家賃6万だね。まだ綺麗な方だけど、だいぶ汚いよ。昨日は、キッチン周り、片したけど、洗い物やって。あー、そうなんだ、6畳なんだ。だから配信って太って見えたりとか広く見えるから、広角レンズって言ってワイドレンズなのよ。横幅が広がるのね。テレビってブラウン管が曲面だから広がって見えてたの。だけどウェブカメラが曲面だから横に広く見えるのよ。部屋、そうだね、大掃除しよう。ねえ、狭そうに見えるけどね。でもほら、何部屋もあるじゃん、あそこは。リビングとかキッチンとか。やっくん、ありがとう、アイテム。おお、100個もくれたの。ありがとう、やっくん。ありがとう。家賃6万で新宿だったら、もう少し田舎で広い家で住みたいとか思わないの？ほら、俺、生活保護だったから、家賃5万3700円以下に本当は住まないといけないんだけど、新宿とか渋谷とか池袋とか、その23区の限界値が5万3700円なのね。で、そんな物件ってなかなかないの分かってるから、市役所の人間が。まあ、6万円か6万2000円とかの以下の物件に住んでくれって。要は、生活保護まで出せるのは5万3700円なんだけど、あとは手出しでやってくれって言われて。うん、だからこの物件クソ安いっていうか、この辺はだから14万とか6畳とか7畳で12万とか、そういうエリアだから。だって都庁が見えるんだよ、新宿だよ俺。こんにちは、ココタン。立地はクソいいよ。もんちゃんとは同居してるわけじゃないね。だからもう毎日遊びに来るから。ベッドとは布団じゃなくてベッドなんだよ。セミダブルのベッドが後ろに組んであるんだけど、うん、あれ応答できない。なんだこれ。あ、できた。もしもし、おはようございます。おはようございます、ゆいがさん。うん、ちょっとワードごめんね、放送中に。はい、あ、全然全然。さあ、ちょっと先のことなんだけどさ、はい、ちょっと今、ちょっといろいろ準備しないとできないことなんで、はい、声かけたんですけど、はい、4月、ちょっと、もう今年はちょっと無理なので、はい、春に向けて、はい、ちょっと運動会をやろうと思ってるんですよ。ほう、運動会ですか？で、ちょっと、うん、はい、ちょっと大規模なので、配信者も、はい、まあ、最低多分40人は必要だし、ですよね。裏方も15人とか多分それぐらい必要だから、はい、
で、その、俺あんまり配信者との横のつながりとかないのよ。全然わかんないから。はい。はい、で、その、はい、運動会を春先にやるってことで、はい。ちょっとさ、まあ、簡単だから、まあ、主催俺っていうふうに、はい、まあ、言ってもらっていいから、はい。その、誰か参加できる人間とか参加したい人間いたら、まあ、そこそこ人、はい、まあ、ふわってならば、3桁集めてる配信者。で、まあ、ちょっと声かけてもらいたい。あ、全然構いませんよ。ワット参加してくれる？もちろんですよ。ゆうがさんが、あの、うん、はい、もう二言返事です。もちろんです。4月ですね。あの、4月を、めどに、はい、まあ、春の大運動会ってことにしたいから、秋は無理だから、はい、はい、春の大運動会。まあ、春が季節的にもいいかなと思ってて。はい。わかりました。NG の人とかっていますか？いや、もう、まあ、俺自身はもう関係ないんで、はい、もう誰でも OK なんで、その配信者として接するつもりだから、はい、配信者で、まあ、ね、人を集めてる配信者、はい、その人間たちを、まあ、その運動会に参加していただけるなら参加してもらおうと思ってるんで。あ、わかりました。声かけしていきます、じゃあ。はい、すいませんけど。わかりました。よろしく、なんか、出れる人というか、出たい人とかいたら、まあ、よろしくお願いします。あ、ぜひ。そしたら、俺のさ、はい、LINE 教えてもらえねえ。あ、伝えればいいですか？もう、投げちゃっていいですか？うん、LINE ID わかる？俺の。わかんない。わかります、わかります。今かけてるんで。わかる。はい。あ、そう。あ、ID って出んだっけ？ ID じゃなくて、友達を伝えるっていう機能があるんですよ。そう、メールみたいに送れるんで。はい。そっか。そしたら、伝えてください。わかりました。あ、しませんけどよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ね、失礼します。ゆいがさん最近積極的だな、うん、転んで怪我、ミドリンピック的な感じなのかな。じゃあ荒野から行く。荒野、じゃあ声かけしていこうか。せっかくの企画だから。活動的だよね、うん、ちょっと待って。いや最近ね、結構ゆいがさんから声かけていただいて、誰出るかな。3桁、ここから行くか、うん、出ないか、誰かいるかな。3桁この辺。あ、やっちょね。はいはい。朝早いからみんな出ねえな。出る、出る。さくらはダメ。安定して3桁いってないでしょ。あれ、テルってライン2つあるな。どっちが本当なんだろう、うん、鮫島さんってあれじゃなかった、ゆいがさん NG じゃなかったっけ、うん、ドレさんはつながってるでしょ、ゆいがさん。だから直接言ってると思うよ。じゃあ、鮫島さんが多分 NG。出ねえか、誰も。誰も出ねえな。誰も出ないね。他に誰がいるかな。クモン流って3桁言ってる？クモン流。クモン流。
ゆいがさんと金梅さんってつながってるかな。ザクロはだから3桁いってないじゃん。金梅さん、金梅さん電話出ないよな。深夜町電話してみよう。テルは電話したけど出ない。ダメだな、電話みんな出ないね。今夜中だよ、配信者の時間からすると。俺が朝早いだけで。ランハゲ小島グランプリはありだね。うん、あ、カッシーニは。みんな寝てっかな。ね、あ、つながった。唯一つながった。あれ、もしもし。お疲れ。今電話大丈夫？大丈夫、大丈夫。ゆいが、あのね、昼、今放送中なんだけどいい？あ、放送中、あ、はいはい。うん。あのさ、あの、ゆいがさんが、あの、うん、春に運動会やるんだって。うん。出る？いや、だってあいつ NG でしょ、俺。え、喧嘩してんの？あ、知らなかった。知らん。何？あいつめっちゃ今、あの、喧嘩してるっていうか、うん。うん、なんまあ俺的には放送上では縁切ってるつもり。あ、そうなの。一応ゆいがさんは NG ないっつってたけど。あ、そうなの。うん、運動会、運動会40人ぐらい集まって、配信者が。あ、なるほど。うん、いや無理だったらいいわ。うん、いつまでに返事出せばいいの。もう、まあ1週間ぐらいじゃん。早ければ早い方がいいってこと。そう。うん、分かった。うん、じゃあそう、ちょっと早めに返事するわ。はいよ。うん、お疲れ、ありがとうね。はいはい、じゃあね。はい、はい、NG 多いな。NG 多いな。うん、便所太郎さんもダメでしょ。でも、あ、みやびさんは、出ないね。みんな寝てるな、この時間。みんな寝てるってすごいな。うん、どれさん寝てるか。どれさん絶対寝てるわ。やめよう。うん、まあまあ出ないっすね。こんな時間帯出ないね。あと誰いるかな。こんなもんか。慎吾さん、関慎吾。あ、爆走？おう。あ、妻にゃんいるか。妻にゃん行こう。LINE 知ってたっけ、俺。爆走。あ、AF 誘うか。ツバニャンの LINE 俺知ってないと思うんだけどね。ちょっと調べてみるわ。ツバ知らないと思ってるけど意外と知ってたりす。あ、いた。腹立つな、サムネ。サムネめちゃめちゃ腹立つな。サムネムカつかない？ちょっとサムネ腹立つんだけど。サムネ腹立つな。なんだよこれ。サムネが腹立つわ。うん、金梅さん？金梅さんと今一緒にいるでしょ、多分。あ、みやびさんかかってきた。もしもし。あ、ごめんなさい、お忙しい時に。はーい、お疲れ様です。なんかゆいがさんが春に企画やるらしくて。あれ、え、ん、ん、あ、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、和田君お疲れ様です。ウィス、なんか春に、はい、あの4月ぐらいに、あのゆいがさんが大型の企画やりたいって言ってて、はい、あの運動会やるらしいんですよ。
あ、いいっすね。なんか40人ぐらい集めて、で、なんか声かけちょっと協力してって言われてて、どうかなと思って。あ、いいっすね。はい、どうすかスケジュール的に4月って。あ、全然いいっすよ。あ、マジですか。はい、あ、了解です。みやびさん、あのゆいがさんの LINE とか知ってます？いや、全然知らないです。絡んだことがないんで。あ、了解です。じゃあ今ゆいがさんの LINE を、はい、送るんで、あの、はい、あの和道から運動会の件聞いたっていう風に言ってもらってもいいですか？わかりました。それって、はい、ちなみにあのトロカフェ飲む人限定とかそんなんすか？あ、いや、そういうのはないですね。そんなのない。とろけるカフェオレ限定縛りの配信者だと40人集まんないんで。そうですよね。はい、わかりました。じゃあ連絡先お伝えしますんで、はい、あのなんか、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。はい、すいません、ありがとうございます。失礼します。失礼します。はい。よいしょ。みやびさん、ファイル連絡先、ゆいがと。よいしょ。あ、深夜庁はもうあの参加するの決まってるみたいだね。うん、あ、まあ池上連絡先知らないな。トム宗谷、家の近所らしいよね。この前さ、家に帰る配信やってた。俺の家の前通ったんだけど、めちゃめちゃトム宗谷池上近所なんだよね。深夜庁あと誰いるかな。ちょっと待ってね、配信者。金林さん、ゆいがさんに連絡。3倍目光る。そうだね。3倍目光る。光くんだ。ちょっと待って。光くん。うん。え、嘘。池上めっちゃ近所。え、じゃあカレオンさん、俺の家のすぐそばじゃないの？これ西新宿5丁目だよ。うん。え、カレオンさん、そんな家近いの？俺の家も歩いて行ける距離じゃん。うん、あ、初見さんいらっしゃい。楽しんでってください。チャンピオンは電話出ないね。うん、あ、サメ島さん近いんだ。ダメだ。この時間帯電話出ないわ。この時間帯電話出ない。池上は中野の弥生町。あ、そうなんだ。まあまあ家近いね。近いね、カレオさんね。あれ、バグったな。シュマジローは100行ってないでしょ。一応3桁が条件だから。はい、こんにちは。あとは誰だろう。ちょっと待って、知り合いにバーって送るから、うん、3桁条件だと限られる。今んところ深夜町、3倍目光る、ゆいがさん、みやびさん、つばにゃん、 AF、 関信号、どれの深夜食堂、カッシーニ、よっさん、てるちゃんぴん、こうや、ろはこさん、踊る便所太郎さん、鮫島さん、辰彦は無理か、よなんぽもダメでしょ。まあ、アイラ、
ゴリチェルランド、カズ軍曹。カズ軍曹もダメだね。過疎が多いかな。あと、悪魔のキューピーさんもいるか。でも、まあ、大分だからな。アキラッパ、コッペ、パルパルいいじゃん。パルパルだ。桃奈々さんは連絡先知らない。よっさんも電話出ないね。こうやも電話出ない。あ、小津姉さん、相手もありがとう。やっぱね、今ね、その深夜2時とかだから、配信者にとっては。深夜2時とかだからさ。あと誰いるかな。まあ、こんなところか。クモンリュウはどう思う？クモンリュウって100いってる？クモンリュウ、鶴の神は仲いいけど連絡先知んないかな。夜の方がつながるっていうか、夜寝てっかんな、俺。クモンリュウ微妙だよな。アメリカ人とかクモン、あ、トム・ソーヤ、池上知ってるわ。トム・ソーヤ、池上どう思う？ トム・ソーヤ、池上確かに今乗ってるんだよな。最近100超えるんだよな。トム・ソーヤ、池上行く？行ってみようか。ない？トム・ソーヤ、池上はない？最近人気だよ。アメリカ人、クモンリュウ、トム・ソーヤ、池上とか、この辺声かけていいのか迷うんだよね。香川さんはまあ来ないだろうけど。どうする？まあでも、40人集まるんだったらね、池上面白いよね。ヤミーもいるか。ヤミー行くか。ヤミー。まあ声かけてみるか。今ヤミーにかけてる。ヤミー出ないね。まあこの時間はほぼ出ないよ。この時間はほぼ出ない。一応トム・ソーヤ、池上、行ってみようか。ヤミー配信中？出なかったね。池上行くか。ナボ知らない。LINE を。ナボ知らない連絡先。トム・ソーヤ、池上出ないね。あとは、100人超え。閲覧100人超え。金梅さん、電話してみる？金梅さん、一応電話してみようか。出ないか。まあこんなところかな。一応電話かけたから折り返し来た人にアナウンスする感じでいいんじゃないかな。リナネコワンワン。ワンワンは。ワンワン。GP ランハゲわかんない。出ねえな、みんなな。で、みんな出ないな。寝てるんだよ。アイラは北海道から来るわけないもんな。実家に帰ったの？ワンワンって。どういうこと？実家に帰ったの？ あ、そうなんだ。海老蔵さんって結賀さんって NG だったっけ？海老蔵さん。橋本くん、野田総理は知らない連絡先。当てる。おはよう。ごめんね、寝てるときに。なんか、結賀さんが春に運動会やるって言ってて。やるわ。オッケー。結賀さんの連絡先知ってる？誰それ？結賀。あ、結賀。ああ。知らへ嘘。じゃあ LINE 送るわ。ん。なんか和道から運動会のこと聞きましたぐらい、なんかLINE 送っておいてもらえると嬉しいです。いつだろう。まだ分からんねんな、それは。春、まだ日時は決まってない。ああ、オッケー。
うん、じゃあ、ゆいかさんの連絡先、LINE で送っておきます。うん。よく言いました。うん、ありがとね。はいはい。はい、いいよ。はい。テルはいつもこんな感じだよ。やるわ、やらへんわって。すっごい気持ちいいよ。テルの好きなとこ、こういうとこなの。毎回二言返事。毎回二言。こいつかっこいいよ、マジで。やる、やらへん。うん、っていうか、俺、テルから断られたことないな。ゆいがと。ゆいがさんと。うん、パルパルは連絡出ない。ポンスケは連絡先知んないな。うん、うん、あとは、こんなもんかな。うん、海老蔵さんが、海老蔵さんはネットノーズ知らない。海老蔵さん、ハルさん知ってるけど、ハルさん出ないよな。ことか。ことかの連絡する知らねえわ、俺。うん、こんなもんか。海老蔵だけはどうしても好きになれない。あいつ見てるだけでイラつく。あ、そう。こんな感じかな。ネルさん知らない。シャンマン知らない。うん、鮫島さんがだから、ゆいがさんと NG なんだって。あの、一回警察沙汰になってなかったっけ？鮫島さん絶対出ないところが激おこになると思うよ。もう電話するだけで俺が多分怒られる。確か、なんかゆいがさんと殴り合いになって、じゃあ、鮫島さんがゆいがさんのことを殴って、留置所に、ぶち込まれてなかったっけ。そんなんだよね。いや、殺す、お前殺すぞって本当に怒られるもん。一応鮫島さん一応一番ね、めちゃめちゃ世話になってる先輩だから、気のせいじゃない。じゃあかけてみようか。おはようございます。おはようございます。なんすか、そうっけ。なんだ。あの、あれっすね、ベンジョさん。ドキュメンタリー見てんだ、YouTube でよ。なんだよ。ドキュメンタリーなんだよ。あの、ベンジョさんが、あの、やっぱ捨て頃、あの、俺と鮫島さんだとダメだって言ってましたね。うん、だから言われると思ったよ、俺。まあ、そうっすね。実力差があっちゃうんでっていう。いや、違う。はい、ベンジョは俺に対する当てつけよ。あれっすよね。出したくない。もぐこりの件ですよね。当たり前に出したくないに決まってんじゃん。まあ、そうっすよね。うん、当たり前じゃん。はい。ええよ、全然別に。了解です。別に便所のイベントなんか出たくないし、こっち。了解です。あの、それがですね、うん、また、あの、出たくないイベントのお話なんですけど。はい、はい、はい。あれですよね、ゆいがさん、大嫌いですよね。大嫌いっていうか、まあ、別に好きではないよ。なんか、運動会やるって言ってて。はい、はい、はい、はい。で、なんか、鮫島さん NG の僕分かってるから、ゆいがさんのことを。だから、でも、一応なんかリスナーが声かけろ、声かけろって。ゆいが主催だったらみんな出ないと思うよ。一応、深夜町とテルと、誰が出るって言ったかな、みやびさん。あ、テルが出んなら出ない。あ、そっか。うん。そうっすよね。うん。うん。了解っす。で、あの、まあ、ギャランティーいくらはどう？ギャランティー次第。ギャランゼロっすよ。じゃあ出ない。あ、ギャラだから和道プロダクション、和道プロダクションから、はい。20で出るよ。いやいや、俺プロダクションじゃなくて、俺演者ですもん。じゃあ俺タレントじゃん、和道プロダクションの。いや、違うでしょ、何それ。またそういう設定増やすの？俺、和道オフィスのタレントだから。違うから、やめてよ。あなたの方が格上なんだ、なんだから、なんで勝手に俺のプロダクションって。いや、だって今、和道から来てんだよ、俺話が。うん、まあまあまあ、そうっす。そういうことじゃん。でもだから、めんどくさいって言ったじゃん、サメジマさんに電話かけると。何がかけておいて何違う違う、ごめん。じゃリスナーさんに煽られたの。お前からで俺、完全に今、オフモードでさ、YouTube でさ、ノルウェー連続テロ事件のさ、ドキュメンタリー見てんのにさ。はい、すいません。そうですよね。邪魔しといてさ、めんどくせえってな。ひどくない？違う違う。
違う違う、もう僕はこうなるの分かってたからリスナーに言ったんですよ、うん、鮫島さん絶対出ないよって言ったけど、うん、要は、うん、あのもうかけろとワンチャン狙おうみたいなことを言ってくるんですよ。いやまあまあまあ、それでめんどくさいって言われて悲しいじゃん。そうですよね、すいません、今のはもう本当に失礼でした。まあいいよいいよ、ワドだからいいよ、許すよ。5万で許すよ。5万でだからなんで金取ろうっつんの俺から。お金が欲しいの。今日花火結構もらってたじゃないですか。いやでもね、毎回あれぐらいもらうよ。ああま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 あ、そうですよね。あれぐらいもらえればもう月9万ぐらい余裕でいくから。ですよね。まあ、あれ以上はいらない。あれ見ましたよ、あの帽子かぶってるあのなんだ。ああ写真見た。超かっこよかったっす、あれ。あのいいなんか殺し屋っぽかったっすね、なんか。あれはね、狙い撃ちされて涙目になったんですよ。あれ、あれっすか、自前ですか。何を？レンタルじゃなくて自前ですか、あれ。全部自前。うわいいな。俺は全部自前、うん、ま、明細だから揃えなっつってんの俺は。そう、僕、あ、そうだ、相談しようと思ったんですけど、スワット、はいはいはい、スワットのヘルメットってどうかなと思ったんですよ、フェイスガード。だからやっぱスワットで揃えなきゃダメだよ、ダサいよ。あ、そっか、一人だけスワットがいるみたいに。いや違う違う違う、いや大丈夫それは。はい、あ、そういうことか、あの全部をスワットに。全身ってこと。いや武器もスワット仕様にしなきゃダメだし、はい、なんか特殊部隊感っていうか、あの人狼ってアニメわかりますか。わかんない。あの押井守のやっぱ特殊部隊とか そういう系が好きなの気づいたんですよ、うん、なんかあの、うん、だとしたらやっぱ武器とかも忠実にやんないと、はい、ダサいから。でもまあ P90 じゃないですか、その特殊部隊のノーマル装備感が。まあ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 、まあ、はい。なスワットっていうと多分何なんだろう、あれ M4 とかが M16 なのかな、多分アサルト。そっち系ですね、ちょっとわかんないけど、はい、だからそういうのでやっちゃうともう全部を揃えない、ブーツから何から、はい、すごい金かかる。まあもちろん今コスプレで売ってるからね、スワットの、はい、チョッキとか。僕多分そのオリジナルのなんか特殊部隊なんかまあいいんじゃないですか、それはもう自分の趣味だから。はい、全然それは、はい、どうせ寄り目だし。え、いや寄り目感出ちゃうじゃん。え、どういうことですか、寄り目の話。それなりってこと、それなりって。寄り目なんで、うん、全部寄り目にも。寄り目舞台にすりゃいいじゃん。はい、寄り目舞台なんですか、寄り目舞台って。だから寄り目の舞台だよ。何言ってんすか。 なんでその人の身体的な人の、うん、人の コンプレックスとか、うん、小学生の頃傷ついたエピソードをえぐってくるんすか。だって人が傷つくとこ見るの楽しいじゃん。サディストだな。俺サイコパスだから。そうっすね。そう、わかりました。俺に、はい、あの良心ってものはないからね。ないっすね。ないよ、あるわけないじゃん。あったらこんな人生送ってねえよ。悪魔の子ですもんね。でもな、来月は行けそう。来月行きます、行きます。僕の予定では行く予定です。そしたらじゃあ、まあ、トランシーバー持っといた方がいいかな、はい、2個だけでも、うん、トランシーバー持ってないっすよ。だから買うよ。ああ、はいはい、了解です。1万円で売るから、お前には。あ、了解です。わかりました。4000円、はい、だ2000円のものを1万円で売るよ。それは、それはひどいでしょ。でもしょうがないじゃん。いやいや、折半ならわかるけど、ね、俺とお前で。こっちだってね。そうそうそう、ね。こっちだって利益を生まなきゃいけないんすよ。なんで、自分のチームのサブリーダーから利益を取ろうとしてんすか。え、だってお前、ワッペン代あれだよ。8000円だよ。高っ。高くないよ。ちょっと待って、それさ。レンタルだからね、1回1回8000円。レンタルで8000円。え、当たり前じゃん。ジョーズの、ジョーズのワッペン。何言ってんすか本当に。何が、いや何がじゃなくて、お金がかかるの。いや違う違う、なんで隊員からお金を。だからヤクザの発想なんだってそれって。みかじめ料みたいな。みかじめ料みたいな。そう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 、なんかネットワーク。そんなわけないよ、良心的だよ。ネズミ講みたいになりますよ。じゃあそのうちオリジナル T シャツとかも3万とかで売り出すから。いやそれは譲ろうよ、原価とか。そのやだよ、リスナーさんに買うんだって。なんで隊員に売るの。ええ、じゃあいい金も、一番身近な金儲けじゃん。両津勘吉みてえだな。うん、いやまあでもまあまあそれは冗談だじゃないけど。はい、冗談じゃないけど、まあ、とりあえずまあね、はい、まあ、ワッペンはまあと今考えてる。はい、まあ、ワドは一切口出させないけどね、ワッペンに関して。いや、ロゴデザインちょっと考えましたよ。センスないもん、ワド。いや、うん、はい。だって、寄り目寄りになっちゃうじゃん。ならねえよ。なんでロゴが全部寄り目に。なっちゃう。ならねえよ。デザインするときは寄り目にしない。むしろ話すわ、目。どういうこと？いや、ガチャ目になる。そう、コンプレックスだからガチャ目。だから、のんちゃんもガチャ目じゃん。やっぱりコンプレックスなんですよ。なんだお前ら、ガチャ目と寄り目って、お前、バランスが取れてんな、ある。そう。なんか僕とのんちゃん見つめ合うと目が合わないですよ。
そうだよね。じゃ平均すると普通に戻るんだよな。そうそうそう、お前らアベレージで言うと。子供ができたら普通の子が生まれるんだよ。ああ、いいね、いいね。でもね、のんちゃんも50手前だから無理だよ。そうだね。もう無理だよ。そうだね。間違いなく寄り目かガチャ目になるでしょう。妊娠しても。もっとひどいのが。うん、もっとひどい、多分なんか三つ目とか生まれる。三つ目、寄り目とガチャ目から三つ目生まれる。寄り目の三つ目、寄り目の三つ目。すいません。あ、わかりました。じゃあすいません。わかりました。あのプライベートの時に。あ、青山が出んなら出ない、絶対。了解です。わかりました。うん、はい、あとギャランティー20万。高いわ。それ高いわ。じゃあ10万。いや10万でも無理でしょ。いや10万以上の仕事はすると思いますけどね。あ、まあまあそれはあるね。それはある。うん。うん、そこをけじってつまんない、うん、どうしようもねえね、うんこ配信者呼ぶのか、うん、だってさ、深夜ちょっとテレチャンピン、はい、うん、家ねえじゃん、二人ともそれ好きですよね。こんなクオリティ低いやつ集めて満足なの？みんな見たいかね、果たしてリスナーは。最近の何なんですか、その家のない配信者っていうのを押しますよね、家なき子。だっていらないじゃん、家のない配信者とか、マジで家のない気持ち悪くね。ヒカルくんでしょ、パルパルでしょ、うん、テレでしょ、そうそう、深夜ちでしょ、荒、うん、野でしょ、そう、あと誰います？この辺でじゃがいも王子、じゃがいも王子、タマ、タマとか、女ではタマ、女ではタマで、うん、なんか言えないの流行ってますよね。言えないのはもうね、うん、飽きてんじゃない、リスナーみんな。ねえ、旅だって言ってもう何年も前からやってんじゃん。旅だ旅だって言ってるけど家がないだけですからね。そう、家がないだけ、ただホームレスなだけ、徘徊してるだけ。しかも今最近東京の新宿でこじんまりと終わってんじゃん。あ、そうそう、キャスバーでね、飲んで終わる。キャスバーで終わって固まっちゃってさ、はい、刺激がない。あれだからあれですよ、シェアハウスみたいになってますからね、うん、ね、なってるよね、キャスバー。ある意味なんかさ、うんうん、ロフトハウスみたいな。ロフトハウスみたいな。なんだっけ、ロフトハウスじゃない、なんだっけ、何でしたっけ、テラスハウスかな、テラスハウス、うん、うん、はい、わかりました。すいません、あのプライベート中に。ちょっともう本当にね、今の時間ギャランティーいくら、今配信参加、要するに出演料、いた、いた、出演料、花火10発でいいよ、花火10発っていうか、だって出演料でしょ。いやいやいや、完全オフなんだから。ちょっともう僕から金取ろうとするのやめてくださいよ。僕も必死なんですよ。なになに、あと、はい、ゆいがどこでやんの、運動会、あの配信サイト。配信サイトは、まあ、キャスじゃないですか、ゆいがさんだったら。あ、うん、まあ、キャスに俺は貢献する気ないし、そもそも。まあまあ、そうですよね。うんうん、やっぱ、うん、いや、しかもなんか主催側、はい、ゆいがって聞いた瞬間テンション下がるよね。でもまあ、ゆいがさんの企画に鮫島さんがいたらリスナーは湧きません。いや、だから嫌だ、まずゆいがとなんか仲いいと思われるの嫌だし。まずそこが面白い、誤解されるじゃん。はい、確かに。え、あんな性犯罪者のってなった時にもうたまったもんじゃないから、まあ、今回ごめんなさい、風評被害が。風評もう大変なことになっちゃうから。そうですよね、もうツイッター荒れちゃうから。そうっす。もうそれだけは避けたいからさ。そうっすね、わかりました。だってゆいかと寄り目でしょ、話になんねえよ。話になんないですね。話になんねえよ。了解っす。まあ、とりあえずじゃあお金振り込んどいて。知らないです、口座知らないです、サメ島さん。教える教えるラインで。いや、いらないです、いらないです、その情報いらないです。大丈夫、はい、大丈夫、大丈夫、 大丈夫です。まったねー。はい。やっぱカメラ回ってると力がすごいな、ほんと。普段のプライベートトークでカメラ回ってるとやっぱりリスナーを楽しませようとするこのプロ根性はすごいよね。どうせ見てるんだろうっていうね。リスナーはこういうトーク好きなんでしょうっていう。あー、パフェ5個ありがとう、カルンさん、ありがとう。アイテム、まあまあ今のところ決定したのがテルチャンピン、新八丁、みやびさんか、3人、あと俺だから、まあだいぶ貢献したでしょ。あとね、返事待ちの人もいるし、うん、まあこんなところか、うん、こんなところだね、うん、はい、じゃあ一応声かけしました。いや、配信者じゃない、もうプロだよあの人は。俺から電話かかってくるときは配信回ってるっていう前提で、もうキレッキレのトークだからね、うん、10分で沸かせる沸かせる。あ、小津姉さん、アイテムありがとう。いや、面白いよね、笑いを取らないと枠を切らないっていうこの徹底したスタイルはかっこいいよ。リスナーからわらわらを取るまで、あの電話切らないよっていう、もうコメントが手に取るように見えてるんだろうね。
プロだけど友達いませんって。ゆずさんありがとう。はたありがとう。サメ島さん面白いよ。いや、面白いよね。サメ島さんプロだよ。うん。なんか FC2 行ったあたりからキャラがすごい再評価が始まったよね。ニコ生だとなんか、その嫌われ、ヘイトがすごかったけど、なんか FC2 からあれってこの人頭いいし愛されキャラだなっていう再認識が始まって。で今ねふわっちでも愛されキャラでヒール役もたまにやるし、いやプロだよね。オセロを一人でやる、あだってほら鮫島さん彼女いるから、うん、あこずねさんフォローありがとう。おはよう毒眼竜さん。鶴のアホまたやりました。え嘘、なんかあったの鶴の氏。あごめん見てないわ、寝てた。おいラッキーさんいらっしゃい。ニコ生時代の時は敵に回したくないとか恐れられてたよね。なんか本当にサメ島っていう名前が出た瞬間にリスナーが騒ぎ出すっていうか、もうサメ島やめとけとか、なんかもう本当にたたりが起こるみたいな本当にすごかったんだよニコ生時代って。もうサメ島さんっていうワードが出た瞬間になんかもうやばいみたいな、お前死んだなみたいな、なんか死神が来たみたいになってたもんね。うん、鮫島に目つけられたらもうアウトとか死んだとか、なんかそういうあのバカみたいなノリも嫌いじゃなかったけど、今の鮫島さんの方が俺は好きだな。特定未だにすごいよ。だって俺リアルに聞いたことあるんだけど、特定のやり方もうずーっとパソコンの前で Google マップともう写真の、例えばさ、銀のお皿だったりするんだ、店とかそこの銀のお皿に誰が写ってるとか、あとなんて言ってたかな、なんか電柱の看板を拡大して住所を割り出すとか、瞳の中に映ってる人物が誰なのかとか、そういうレベルでやるらしいよ。もう一枚の画像から全部、もうすごいよ。いや本当に本当にそういうレベルでやるんだって。でずっとその Google マップとか Google ストリートビューとかでもう全部写真をこう一軒一軒しらみつぶしにするのと、あとねなんか不動産サイトがすごいって言ってて、部屋の間取りをその写真を見るだけで間取り図が描けるの。鮫島さんはここにこれがあってこうでしょこうでしょってやって間取り図書いて、その間取り図を照らし合わせていくんだって、自分が目星をついた物件を。だからいや探偵だよ本当に。でそれをもう本当寝ないで20時間ぐらいずっとやるんだって。うん、すごいよね。そうそう、壁の落書きとかその痕跡を全部。だから逆に特定されない方法とかも知ってて、うーんってあの店だと壁紙が特徴的だな、この店にしようとか、すごいよ。いやあの人が探偵になったら本当に稼いでたと思うよ、未だに。そう、壁の厚さとかなんかねすごいのよ、すごい専門的なの。なんかその反射するものとか全部分かってんだよ写真とかで。うん、特定敵に回したらやばいよ、本気がすごい。うん、すごいよね。だから特定は絶対できるって言ってない。本当なんか国家の特殊工作員みたいな感じだもんね、鮫島さんのあの特定スキルは。国宝級だよ国宝級。コンセントでわかんの何それ、鮫島さんってコンセントのメーカーとかで家がわかんのすげえな。特定もすごいけど、あそうそう、あのコールドリーディングとか、要はその誘導尋問みたいなのもすごい得意なのよ。鎌のかけ方がめちゃめちゃプロってるね。なんか話聞いたけどすごいよ。あ始まったマラソン、俺は桃組です。皆さん僕は桃組です、よろしく。うん、途中経過0点でこれバグでしょ、全員0点なんだから。今からスタートってことかな。勤務先なんて余裕だっつってたよ。うん、勤務先なんか余裕だって。あとねなんだっけな、のんちゃんに聞いたんだけど、実はのんちゃんもそっち系の子なんだよ。実はのんちゃんなんだっけ、どうやって特定するんだっけ、のんちゃんのやり方言ったらダメ、極秘、別に言っていいでしょ。床の床、うん、床床の縁とか。え、どういうこと。え、床の縁って何、フローリングの特徴と、うん、
その縁？縁ってあの溝みたいなこと？違う。え、どういうこと？どういうこと？壁紙と床の間にある縁。うん、あの木の枠みたいなやつ？それでわかんの？大体わかる。で、ガチ勢なの。実はのんちゃんってそっち系なのよ。うん。床の壁紙とフローリングの間の縁があるでしょ。それがなんかわかるらしいよ。あと、なんだっけな。なんかテクニックがあるのよ。運送業者だっけ、なんだっけ、それは。あ、それはね、あの、犯罪だから。あ、ダメなんだ。あの、言えないネタも持ってます。言えないスキルもある。うん。それは犯罪なのよ。OK、覚えとくわ。それは犯罪だからとか言って。のんちゃんは、あの、まあまあ、まあそういうテクニックもいっぱい持ってます。はい。のんちゃんも結構ガチ勢だよ。うん。うん。うん。あ、だから特定班っているのよ、本当に。のんちゃんそっちの畑だよ。もともと。うん。あ、違う。ちょっと特殊なやり方すんの。いや、恐ろしいのを彼女にしたっていうか、逆で、だから配信者の住所、だから俺の家来た時面白くて、初めてデートするときに、デートじゃない、付き合う前か、俺になんかパソコンとか物届けるわって言ったときに、あ、じゃあ今から住所送るねって、初めて来るでしょって言ったら、ごめんなさい、もう和道さんの住所は知ってますって住所は結構ですって、うん、和道さんの住所はもう当の2年ほど前に特定済みなのでって言って、晒したのお前だろうって思ったけどね、2チャンネルに晒したのお前かっていう。あ、だから俺のアンチやってるやつ全員把握してるよ。はっきり言っとくよ、俺のアンチしてるやつの住所全部把握してるからね、のんちゃん。うん。お、最寄り駅、うん、が分かっちゃったらもう、もうアウト。うん、アウト。え、なんで最寄り駅が分かるとアウトなの？え？うん。そっか、スネークされるか。うん。あとさっきの床の。床。その床の縁で分かるがよく分かんないんだよな。まあいいか。まあ分かるのね、とにかく。うん。うん。多分やらせたら分かると思うよ。1ヶ月以内とか1週間以内って本当に、だからもうすごいから、のんちゃん、もう要はね、鮫島さんものんちゃんもそうなんだけど、1回もう敵に回るとずっともうやるの。ゆいがさんのイベントで、ね、俺が出るのと、新八丁が出る、テレジャンビンが出る、みやびさんが出る、あと保留だね。うん、敵に回したらアウトだよ。壁と床の境目で分かるんだって、なんでなんだろう。ふわもこさんも分かるの？え、なんでわかるの、それが。意味がわかんねえな。うん。あ、だって、ともきゅんなんか、引っ越す前からもうわかってたって、鮫島さん言ってたよ。うん。引っ越す前に、もう特定が終わってて、不動産屋にもう電話かけて確認してあるって言ってた。引っ越しの前日にみんな特定しようとしてんだよ。違うの。もう、鮫島さんクラスになると、引っ越しの契約をしてる会社にもう目星をつけてて、引っ越す日の前の日には、もう佐野智則で、もう照合済みなの、電話で。うん。すごいよね。確認済みだよ。ああ、そんなの分かってたよって。だからあいつを泳がせてたんだよって言って。そう。もう契約した段階とか、そのトーク、引っ越ししようと思ってるっていう時から動いてたんだって。うん。ああ、フォローありがとう。フォローありがとうございます。うん、引っ越し前に特定っていう考え方がすごいよね。引っ越し前に特定ってどういうことなんだ。すげえな、みたいな。うん、そのメンタルの強さとかいろいろわかるよね。いや、出せないでしょ。無理でしょ。そう。あ、電話かかってきた。ちょっと待って。もしもーし。もしもし、お疲れ様です。おはよう。おはようございます。
あのさ、あのは結構先なんだけど、4月ぐらいなんだけど、はい、ゆいがさん、わかる？はい、ちょっとさっき見てました、配信。あ、本当に？で、なんかあの3桁以上の配信者40人ぐらい集めて運動会やるって言ってたんだけど、荒野どうかなと思って。はい、ぜひ出たいです。あ、本当に？ゆいがさんの連絡先わかる？はい、わかんないですね。あ、じゃあさ、俺から今さ、LINE にさ、ゆいがさんの連絡先送るから、はい。あの、一言挨拶、なんかあの、運動会の件で和道さんから連絡来ましたって、あの、出た、あの、出ようと思いますって、ゆいがさんに連絡取ってもらってもいい？わかりました。うん、ありがとう。はい。うん。お疲れ。はい、失礼します。いっすー。うん。なんか俺ブッキングマネージャーみたいになってるけど大丈夫か？ブッキングマネージャーでしょ完全に。はい、荒野に送ると。荒野出るって、荒野、荒野、荒野、うん、まあこんなもんか。はい、部屋によってリフォームの仕方とかが違う。へえ、すげえな。ふわもこさんもそっちの人なんだ。だから逆に言うとだよ、あの俺言われたけど、俺みたいなのは逆に特定しようっていうのにならないんだって。要は隠そう隠そうとしてる人いるじゃん。隠してやろう隠してやろうっていう人ほど特定したくなるんだって。でそのさらけ出しちゃってるじゃん俺、住所とか全然言っちゃってるから、あんまりその意欲が湧かないんだって、そういうのは。やっぱりその配信特定心をくすぐるっていうのはあるんじゃない？なんか、あ、ノウハウがわかるんだ、鮫島さんの放送を見てると。すげえなそれ。のんちゃん何買いに行ったの？紅茶。紅茶か。俺もなんか欲しかったな。お茶ある？ちょうだい。コップない、こっち全部洗っちゃった。まあ、こん、え、氷はいらない。あ、かかってきた。あ、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。すいません、なんかお休みのところ。あ、どうしました？ゆいがさんが企画をやりたいって言ってて、でどうかなと思って。あの、え、何ですか？あ、ゆいがさんが4月に企画、なんか大型の企画やるって言ってて、で、はい、なんかあのつばにゃんさんどうかなと思って声かけたんですけど。ゆいがと？うん、ない。え、誰が出るんですか？ね、今決まってるのが俺、ゆいがさん、深夜町、荒野、あと決定してるのは誰だっけ、てるちゃんぴん、誰だったっけ、はいはい、まあなんかその辺、あとみやびさんとかで、40人ぐらいでやるって言ってて。え、はい、それゆいがさん知ってます？私を誘う、声かけてるっていう。いや、 NG ないって言ってましたよ、誰でもいいから。 NG ない？そう、今回は NG なしで盛り上げたいからっていうことで。だからさ、ね、鮫島さんとかも誘ったくらいなんで僕。はい、サメちゃん来るんですか？いや、もう出るわけねえだろうって言ってましたね。はい、ちょっとあのー、はい、いつやるんですかね？来年の4月にあのグラウンド借り、4月な、4月って言ってましたね。え、どんなイベントなんですか？なんかその40人ぐらい集まって運動会を1日かけてやるっていう。楽しそう。そう、やります。あ、本当ですか？スポーツは大好きなんで。ですよね。ゆいがさんの連絡先って分かりますか？誰ですか？ゆいがさんの LINE とかって分かりますか？
いや、ゆいがさんとはちょっとつながりたくないんですけど。つながりたくない？ OK、じゃあ僕は間に入ります。そうですか、お願いします。了解です、よろしくお願いします。はい、すいません、よろしくお願いします。はい、あ、あと金梅さん隣にいます？今隣にいます。金梅さん、僕が出ません。あ、了解です。あの、金梅さんにもよろしくお伝えください。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、出るんだね。スナイパーだ。うん、スナイパーだね。よいしょ。まあこんなところか。一応ゆいかさんに報告しておこうか。よいしょ。あれ、ゆいかさん通話中。あ、ゆうがさんかかってきた、うん、あ、お疲れ様です。お疲れ様、お疲れ様、お疲れ様。今、はい、どれと、はい、どれさん深夜中にビッテルジャンピー公約したよ。あ、了解です。で、ツバニャンも出るって、あの、今お返事いただきました。あ、そう、はい、な、俺さ、なんかふわってブロックされてるからさ。はい、あ、そうそう、ツバニャンにも連絡いただければ、はい、まあ、女性もさ、呼ばないとしょうがないし。そうですね。ただ、ツバニャンは、ゆいかさんと連絡、LINE、やり取りしたくないから、和道さん間に入ってって言われました。あ、そうなの？スケジュールの確認とか。別にいいんだけど、はい、いや、別にいいんだけど、それでも。はい、うん、今決まったのが、俺、ゆいかさん、どれさん、こうや、ん、てるちゃんぴん、しんやっちょ、みやびさん、ツバニャンかな、うん。8人ですね。そうそう。全部で。はいや、あ、まあ俺合わせてね。そうですね、はい、うん、まあ、まだまだ呼べるから全然平気だけど、はい、じゃあのさ、なんだっけ、はい、そのチームを分けたりとかするときにさ、まあ好き嫌いもあるじゃん、配信者の。そうですね。よっぽど嫌いなやつは分けるけど、はい、それ以外は分けられないし、はい、だからその時にまあ競技も決めないといけないじゃん、はい、その1チーム1チームのその出る競技っても決めないといけないし、はい、その時にその俺も一応その場所に行って、まあ、そのチームを分けたら、はい、みんなで一回集まって、はい、その競技の説明等もしなくちゃいけないし、はい、だからいろいろちょっとさ、連絡取る方法があるんだよね。グループラインでいいんじゃないですか。うん、うん、まあ一番ね、そのチーム分けたらだけど、うん、あ、そうですね、チーム分けか、うん、赤と白でやるんですよね、要は2チームで対抗でやるんですよね。いや、2チームでやるね、4チームで。あ、そんなに大掛かりにやるんですか。4チームだよ、4チーム。つうか、だいたい、だって、1種目じゃしょうがないでしょ、1人。はい。うん、なんで、多分、1人2種目ぐらい入れてもらう形で、はい。わかんないけど、1チーム10人ぐらいかな。あ、わかりました。1チーム10人ぐらいか、はい。まあ、多分、それぐらいかな。もうちょっと増えるかもしれないけど、はい、まあ、それぐらいで4チームじゃないと、だって、2チームだけの競技って決まられてこない？2チームだけ、そうですね、はい。例えば、騎馬戦だったら、うん、騎馬戦なら話にならない。あ、まあそうですね。つまんないですね。で、配信者の人数含めたら、うん、人数含めたら、その2チームだと、例えば2チーム、2チームずつが出るとしちゃって、うん、人数が、その、全員が出なくちゃいけなくなるじゃん。そうですよね、そうですよね。だから4チームで、例えばリレーとか、はい、まあ、騎馬戦とかも含めて、はい、4チームぐらい、まあもしくは3チーム、はい、まあ、ベストから。わかりました。そうそう、だからまあちょっとかなり幅広く、まあ女性配信者もそうだし、はい、まあ、男性配信者も呼んで、で、まあお客さんも入れるという感じかな。あ、お客さん、観客、リスナーさんはリアトツじゃないけど観客席に座れる感じでやるんですか。うん、座れる感じで、普通に座れる感じでやる。まあでかい場所というか、はい、普通にまあ借りる場所って運動会でやる場所って限られてるから、はい、うん、でもお金どんなことないのかも、それはもうちょっと全然わからない。もし場所代がすげえかかるやったら、1000円とか2000円とかいいんじゃないですか、多分イベントなんで。まあ、500円とかいいんだけど、まあ、とりあえず、その出せるようだったら、はい、まあ、そのお金出してもらうけど、うん、それでまあ、その会場費以外はみんなで分配という形を取るけど、はい、それでいいと思いますよ。500円とか1000円とか取って、そのお客さんを入れる方向で考えてるけど、はい、そのお金取る方向はちょっとまだ見て、その会場がどれぐらいかかるかまだ全然さ、今会場調べてるから。多分結構高いですよ、グランドとかって貸し切り高いですよ。
や、今見てるのは、その、はい、まあ、大規模で入る場所は、まあ、全くリラックスもいいんだけど、はい、大規模で入る場所は、だいたい20万ぐらいが安値で20万ぐらい。多分それくらいですよね。うん、なんだけど、まあ、それぐらいならば、まあ、全然やれないこともないから、あれだけど。もうただ、僕知り合いの、東京都もいろいろ施設があるからさ、はい、まあ、当たっていこうと思ってるけど。了解です。僕一応知り合いの配信者で、あの3桁ぐらいの人は全員声かけたんで、うん、ただ寝てる人が多かったんで、返事が返ってきたらまた報告しますね。ああ、了解です。わかりました。すいません、はい。よろしくお願いします。まあ、こんな感じかな。できることはやりました。よいしょ。じゃあ雑談しましょう。何も考えずに発言するからじゃあ、トロカフェチャンネルさんいらっしゃい。あの、僕のところに書かれてもね。あ、どうも、トロファカフェチャンネルさんいらっしゃい。うん、まあまあ、まあまあ、面白くなりそうだけどね。金梅さんは出ないんじゃないの？うん、出ないって言ってたから。愛すべきバカ。俺別に、なんだろう、ゆいかさんバカだとは思わないけど、なんだろう。いや、まとも、なんつうんだろう。俺はバカだと思わないけどね、ゆいかさん。うん、まあまあ、いいんじゃない？捨て頃の手前ぐらいにイベントが入る感じだから。うん。盛り上がるでしょ。捨て頃が6月でしょ。4月ぐらいって言ってたから。だから、こういうさ、固定化するさ、イベンターの配信者が、なんか大型イベントバンバンやるとさ、2ヶ月に1回ぐらいそういう、ああ、富士そばの季節かとかさ、ああ、捨て頃の季節かとか、ああ、トロカフェ運動会かとか、面白いじゃん。リスナーも特定できる、される。ほんとね、まずなんだけど、黒部さん、あの、要は特定をするってすごい熱量がかかるわけじゃん。要は1週間とか1ヶ月とかを20時間張り込んでやったりするのよ。だから、なんつうの、配信者でその俺に噛みついてきたりとかして、そのファンの人が特定してやろうとかってやるんだけど、リスナー同士だとそれをするメリットがあんまりないわけじゃん。例えばその、まあ、のんちゃんはどのクラスでやるかっていうと、情報開示請求とかプロバイダーとかも特定したりとか、そういうレベルでやんの。その要は住所を確実に出して本名も引き出して、要はもう訴えられるとか、もう何でもできちゃう状況までやるわけだから、その熱量をリスナーさんに向けるっていうのは俺は聞いたことない、うん、そのリスナーさんを特定して家を攻撃しようっていう事案はないわけだ。有名な方がターゲットにされるわけだから。特定プロののんちゃん、和道をどうやって特定したのか聞いて。え、俺の家ってどうやって特定したんだっけ？にちゃん。それ特定じゃないね。普通に漏れてただけだね。落ちてた。落ちてた。俺の住所はもう2チャンネルに落ちてたって。うん。それは特定ではないね。ググっただけだね。にちゃんっつって。なんでいきなりそんなイベントするように。それはわかんないな。それはゆいがさんに聞いてみてよ。まあだから一回住所バレたらもう開き直るしかねえかんな。もう無理だよ。まあでも盛り上がりそうだよね、全体的に。にちゃんつって、でも難しいよね。その住所が晒されるっていうのが犯罪か犯罪じゃないかって言ったら犯罪じゃないわけよ。ただその後に続く行動っていうのが犯罪に値するのね。だから難しいよ。うん、例えば本名がバレるのとかだからね、あの昔の人が本名をバレる、年齢がバレる、住所がバレるっていうのを宗教的に縛ってたのって実はそこなんだよね。
和道さん、お金があるから必ずしも幸せではない。あ、正しく言いますね。もう一回 D さん、もう一回言うね。 D23570 D さんって呼ぶね。 D さん、俺はお金は幸せになれないって言ったの。お金は幸せになれるんじゃなくて不幸を減らすための道具だって言ったんです。お金は幸せになる道具じゃなくて不幸を減らす道具。よく例えるんだけど、100億円手に入ったら幸せになるっていうことじゃないんですよ。俺億万長者いっぱい見てるけど、お金が持ってるから幸せじゃないので、お金がないから貧乏っていうの、あ、お金がないから不幸っていうのは正解なの。要はね、これちょっと分かりづらいかもしれないけど、お金があると家賃が払える、家が住める、電話代払えるとか、不幸、電話代払えなかったら不幸でしょ。飯友達に誘われていけなかったら不幸じゃん。こういう不幸は減らせるのよ。ただお金持ってるイコール幸せになれるっていうのはそうじゃない。要は不幸をゼロにすることはできるんだけど、幸福になるっていうのは考え方とか生き方の問題だったり、俺は仲間だと思ってるの。そういう、なんて言うんだろう、お金があったら幸せになれるとは思わない。便利なだけって感じかな。便利なのと不幸な感じ、それが俺の考え方。お金で幸せは買えない。なんでかっていうと、幸せそのものが概念だから、うん、OK。 お金持ってたら不幸じゃなくなるじゃん。でも俺はそういう風に捉えてるけど、うん、うん、そうそう、お金で幸せになれない、お金は不幸を減らせる、それは俺の持論だね、昔からの。だけどその不幸を減らせるイコール幸せになれるっていう風に思ってる人はいるなとは思うけど、うん、だからそこは価値観が違うだけだから。それについてね、とやかく言ってもしょうがない。ふわち運動会ってどんな仕組み？うなちゃんマンコとか入ってないけど、あのね、エントリーしないとなれない。要は配信者が僕参加しますっていうのをやると、あなたは何組ですって来るの。昨日来たよ、桃組だって。だからもう数日前から受付が完了してんの。だから参加しなかったんでしょ、うなちゃんまんこは。で、仕組みっていうか、3日間競技をやって、今日の競技は配信マラソンって言って、配信時間が多ければ多いほど、桃組今1位なんだけど、配信時間が多い人に延長チケット10枚かな、無料延長チケット10枚で、今度明日は閲覧数だったかな、閲覧数が多い人、チーム全体で多い場合、花火100発もらえるんじゃなかったかな。花火100発なんかすごいよ。あと5万ポイントもらえるとか。初日がね、延長チケット10枚、次の日が花火100発で、次5万円だね。5万ポイントだから、そう、ばらまきだね。ここに書いてあるね。すごいよね。多分これのことだと思うんだけど、今キャプルよ、これがその案内だね。ふわち運動会これでしょ。チームで優勝チームに商品プレゼント、チームで協力して優勝を目指せ、スポーツの秋でふわち運動会と。で、今日がスワッチマラソンだから、チーム全員に延長チケット10枚だって。だから俺は桃組だから、配信桃組の人頑張って回してください。で、次がアイテム玉入れ。これは視聴者が使用したフワッチ玉、要はあの無料アイテムが配られて、あのチーム合計で得点に花火100発だって。うん、ふわっち玉を使用したリスナーにも花火30発を抽選でプレゼントって書いてあるね。で、次が最終日がふわっちポイント5万ポイントをプレゼントだって。っていう風に書いてあるね。桃組は誰になったんだろう。桃色の帽子なんか持ってねえよ。どこに売ってんだよ。キオスクさんと、今やってる人だとキオスクとポンアイさんとアイアン、なんか女の子多いかな。コテツさんもそうか。コテツさんとかね。あ、いいね。
うん、ふんふん、うん、桃組結構多いね。メンツ弱そうだね。俺が一番有名か今やってる中で桃組は。なんかあのメンツを見て割り振ったって、実力を見て割り振りましたって書いてあったよ。でも今日の競技はさ、あの配信時間分回す人が多ければ勝てちゃうゲームだから、人数が多ければ、だから頑張ってほしいよね。延長チケット10枚は結構仮想配信者は嬉しいはずなんだよね。頭に桃を乗せろ。のんちゃん財布買わない？何の？お揃いで。俺いや高いやつじゃないんだけど、4000円ぐらいする財布買おうかなと思ってて。お揃いにする？いらない？じゃあ一人で買おうかな。あ、まあそうだね。間違えうん、なんかそのでかい財布持ってるとさ、外配信の時使いづらいからさ、小さい財布買おうと思って。今日だけ延長チケット10枚も来てるのが美味しいですね、配信者にとっても。今日だけの延長チケット10枚も来てる。え、今日だけのって何？わかんないな。今日だけ延長チケット10枚来てんの。あ、知らなかった。リュウさんいらっしゃい。あ、そうなんだ。二つ折りの財布かな、もっと小さいポケットに入るような財布買おうと思ってるけど。運動会に参加されてる配信者により長い配信。あ、そうなんだ。へえ。あ、知らなかった知らなかった。まあじゃあね、あとは頑張るだけだからね。いいな。でもチーム分けが結構。なんで参加してる人としてない人がいるの？本人が選べんの。配信者に連絡来てやりませんかってアナウンサーあったから、俺はやるって返事しただけ。だから興味ない人は参加しなかったんでしょ。うん。まあぶっちゃけた話、アイテムもらえるチャンスが増えるだけだから。競技に参加しとけば、うん、なるほど。桃色誰なんだろうね。キオスクさんがチームに入ってるっていうのは結構強いね。財布は革じゃない、これは、うん、俺の財布は革じゃない今のやつは。だから革に変えようと思って。でもリスナーさんで財布買ってあげるよって言ってくれてる人もいるから、だからちょっと困ってるんだよね、どうしようかなと。今のところ桃組で一番有名なの俺とキオスクさんだね。キオスクさんも結構有名だよ。でロング配信者だから、まあキオスクさんと2人でやってるのと、あと桃くんと桃七が一緒だから、桃くんと桃七が赤ってすごいよね。それこそ桃色にしてあげなよっていう。うん、なんか実力で振り分けたって書いてあったよ。桃組圧勝じゃねえかよ。桃組圧勝じゃねえかよ。大丈夫かこれ。やっぱ俺がいるからだろうね。要は多分閲覧人数と配信の時間計算入ってるんでしょこれ。圧倒的じゃん今。まあ夜どうなるか分かんないけど。はい、こんにちは DK 忍者、お疲れ。圧倒的だね。思いのほか5位だね、赤組が。
あ、配信時間だけなんだ。じゃあ過疎配信者が多いんじゃないの、もも組は。でもっていうことは多分振り分け的にアイテムの数は少なくなるんじゃないかな。わかんないけど、アイテム多い人は別にしてるんだ。そんなのね、運営のさじ加減じゃねえかっていうね。桃色多いわ確かに。では過疎に振り分けたんだ。これ勝つかもね。アイテムありがとう。 TK 忍者ありがとう。アイテム過疎配信者でもいいから、あ、まあまあ勝ちやすいかもね。2日目以降はもう力ある人じゃないと無理でしょ。それこそアイテム飛ぶような人じゃないと無理だと思うよ。俺金魚すくいは面白かったけどな。金魚すくいはタオル取れたからすげえ良かったなと思って、最近ふわっちイベント頑張ってるよね。いや、コメントは読むよ俺は。基本的に全読みタイプだから。全読みタイプ。今日何やろっかのんちゃん。弾は明日は弾入れだからアイテムもらえるチームが有利。明後日は閲覧者がイベント参加してくれるチーム。面白いよね。だから配信時間アイテム閲覧っていう分け方をしてるわけだから。うちはねアイテムあんまり飛ぶ配信ではないから。今マンスリー俺何位だろう。マンスリーも相当下がっちゃったんだよね。明日はちょっと不利かな。もも組はマンスリーいくつ ?71 位か。ちょっと弱いね。過疎配信者に負けてるからな、アイテム。まあ、いいと思うよ。差別化はすごいいいと思う。チーム全体で5万ポイント振り分けって寒くないですか?そうだね。まあまあ、でも、もらえるだけありがたいから、ね、飯が食えるから、それで。俺はありがたくいただくけど。まったりギター練習でもしようかな。某配信者は招き猫、花火、大花火しかいらないっていう方がいるので、和道さんは小さなアイテムのありがとうって言ってくれるんで嬉しいです。だってさ、100人が、1万人がさ、風船くれたら5000円になるんだよ。風船1個でも。それをないがしろにするのはダメだと思ってて、1円でもさ、みんなが働いたお金なんだよ。そこを感謝できなくなったら俺は人として終わりだと思うけど。ねえ、みんなが一生懸命働いてきたお金をさ俺に使ってくれるわけじゃん。そこに多い少ないはあるかもしれないけど、俺は基本的に気持ちだと思ってるから。貧乏な人、お金持ちな人っていろんな人がいて、それでも同じようにアイテム投げてくれるわけだから、そこに感謝できなくなったら終わりでしょ。人に何かを配ろうとか分けようってやってる人は俺はかっこいいと思うよ。なんか大きいアイテムくれっていう人は今だけ良ければいいんじゃないの。
今が良ければいいっていうか、長い、なんかその長く続ける姿勢じゃないと思うよ。そういう店は潰れるっていうか。どれ花火好きなん？どれさん別に普通のアイテムでも、もうあのありがたく受け取ってない？わかんない。ハートありがとう、のんちゃん。暑いだ。じゃあ冷房入れて。なんか蒸すよね。うん。ドライつけて。しもしする今日は湿度が高いんだ。なんでだろう。いっちゃんが赤組？いっちゃんは桃七のチームなんだ。桃組頑張ろうぜ。朝もやもやしてたもん。もやもやしてた朝。嘘。あー曇ってたね。
うちゃん赤だって。石野旅配信ずっと言ってるよ。石野はずっと言ってる。遥か空にボーイングボーイング、音もなく遥か空にボーイング音もなく、ああ音もなく、ああああ高段の屋根のの上へ、どこへ行く。ミスチルってなんかいい曲ある？歌いやすそうなの。彩り。彩りわかんないな。抱きしめたい、名もなき歌、終わりなき旅、トゥモローネバノーズ。トゥモローネバノーズ簡単か、難しいな。フォローありがとう。ちょっと特殊なコードな。西東簡単コード、西へ東へ。イノセントワールド簡単。めてきみんな、めてきみんなきゃの、どしか揺らいでる。これシーソーゲーム、シーソーゲーム、シーソーゲームは多分歌物だから多分歌いやすいだろうね。愛そうなし、なし、なしの君、合ってるかこれ。君が、君が笑、君が笑った。そんな、そんな、単純なことでついに、肝心なものが何かって気づき、気づき、打ち明け話にあった純情を捧げたってやつに、どなげなくしとしゃりなんかして、ねえと信頼の挑んだるのに、世間は暗い、わた恋なんて、わば恋なんて、いわば映画と映画のシーソーゲーム、いつだってだって、君は曖昧なリアクション、友人の友人の評価はいまいちでも失速、順番を待ってたんじゃ try、 勇敢な恋の歌。イノセントワールド、
かる。雑談行きましょう。雑談ね。いいな、ミスチルできて。いや、練習したからずっと、うん、のんちゃんもベースやればいいの。ベースはそんな難しくないし、ベースじゃ歌えないじゃないか。ベース歌えるよ、全然。ベースボーカルっていうジャンルある。うん、まあギターが一番歌いやすいけど。あ、ベーシストなの？え、プロってこと？アマチュア？プロ。へえ。すごい。すごいね。すごいね、プロなんだ。なぜ巡り合うのかを、私たちは何も知らない。いつ巡り合うのかを、私たちはいつも知らない。どこにいたの、奇跡たの、遠い遠い空の下、二つの物語。縦の糸はあなた、横の糸は私、織りなす布はいつか誰かを温めうるかもしれない。ミュージシャンの奥さんになるってすげえな。結婚する方も腹くくんないといけないもんね。普通の考え方とちょっと違うもんね。尾崎やって、尾崎何がいい？尾崎の僕が僕で。俺僕が僕で分かるかな。心すれ違う悲しい刻まに、にため息漏らしていた。だけどこの目に映るこの街で僕はずっと
生きて行かなければ、と傷つけることに目を伏せるけど、優しさを口にすれば人は皆傷ついてゆく。僕が僕であるために生き続けなきゃならない。正しいものは何なのか、それがこの胸にわかるまで、僕は街に飲まれて少し心を許しながら、この冷たい街の風に歌い続けてる。変態？別れ際にもう一度君に確かめておきたいよ。こんなに愛していた誰がいけないと言うわけでもないけど、人は皆わがままだ。慣れないのように暮らしても君を傷つけてばかりさ。こんなに君を好きだけど明日さえ教えてやれないから、君が君であるために勝ち続けなきゃならない。正しいものは何なのか、何なのか、それがこの胸にわかるまで。君は街に飲まれて少し心を許しながら、この冷たい街の風に歌い続けてる。僕が僕であるために勝ち続けなきゃならない。正しいものは何なのか、それがこの胸にわかるまで。僕は街に飲まれて少し心を許しながら、この冷たい街の風に歌い続けてる。いつの仕事も今どんなお仕事も安定ないようなもんですよね。たまたまちょっとリスクが高めってだけって感じです。まあでも、うん、そう、俺もそう思うけどな。本当にサラリーマンがリスクないかっつったらリスクだらけだと思ってる、うん、本当にそうだよね。好きなことやってる人のと一緒にいるっていうのは大事なことだよ、うん。あの、金金してる人と付き合いたくない、女の人でも。なんかゆとりがないっつうか、楽しようと思ってんのかなと思っちゃう、うん。それは幸せになれない考え方かなと思って。幼い微熱を
下げられないまま神様の影を恐れて隠したナイフが似合わない僕をおどけた歌で慰めた色褪せながらひび割れながら輝く術をも止めてマネージャー欲しいねこの胸に溢れてるきっと今は自由に空も飛べるはず夢を濡らした涙が海原へ流れたらずっとそばで笑っていてほしい。ブライアン・エプスタインっていうのが誰かわかんねえな。ブライアン・エプスタイン。あの人のママに会うために今一人列車に乗ったの黄昏迫る街並みや車の流れ横目で追い越してあの人はもう気づく頃よバスルームにルージュの伝言浮気な恋を早く飽きらめない限りうちには帰らない不安な気持ちを残したまま街はどんどんと遠ざかってゆくわ明日の朝ママから電話で叱ってもらうわ My darling あの人は慌ててる頃よバスルームにルージュの伝言手当たり次第友達に尋ねるかしら私の行く先を不安な気持ちを残したまま街はどんどん遠ざかってゆくわ桃組圧勝明日の朝ママから電話で叱ってもらうわ My darling でもらうわ My darlingThank you.
ママ譲りの赤赤毛を二つに束ねて三つ編み揺れてた。なぜだったのだろうと今も思うけれど、まだわかんないよ。静かに席を立てハサミを握りしめて、お下げを切り落とした。それはとても晴れた日で、雷なんていらないと思ってた。私は無力で言葉を選べずに、帰り道の匂いだけ優しかった。生きてゆける、そんな気がしていた。ああ教室で誰かが笑ってた。D マイナーのこっちか。それはとても晴れた日で、愛する人を守るため、大切なもの築くため、海へ出たのね。嵐の中で戦って、トップの中生き延びてここへ来たのね。この港、音程取れない。悩める胸にあなたが触れて、雨は終わると思った。だけど誓いは、ダメだ、キーが変わると音程取れない。胸湧いてんだ、 Sun with
to you the Neptune going so far away from me. What a poison the beautiful day and going to the end when we're so high in front of the言葉に詰まるそぎれた背を見てた数えの身延べともろく支える白く重ねるたたつく君もそう、その手その足はしなくも揃える、瞬くままに凍えるもののすべ、生まれのその日、またふと見もだえる、遠く離れてく、は、あ、なんて呼ぶんだ、あんたついて君もそう、その身その肩の重荷など忘れて、So sorry for living good look not he hurry those sally changing ever no but we do have for you, sorry for the big and blue you made me to send a say sano I need some baby to be expanded that'sNo short away in the sky。 あ、残り9分で終わりです。次枠いきます。季節の真ん中でずっと日の長さを感じます。せわしくすぎる日々の中に私とあなたで夢を描く、3月の風に思いを乗せて、桜のつぼみは春へと続きます。溢れ出す光の粒が
少しずつ朝を温めます。大きなあくびをした後に少し照れてるあなたの横で新たな世界の入り口に立ち気づいたことは一人じゃないってこと。瞳を閉じればあなたがまぶたの裏にいることでそれほど強くなれたでしょう。あなたにとって私もそうでありたい。When the night has come、 はい、二九さんいらっしゃい。 And the rain is dark And the moon is the only light we'll see No, I won't be afraid No, I won't be afraidThis is wrong As you stand Stand by me So darling, darling Stand by me Oh, stand By me Oh, stand Stand by me Stand by meももぐみ頑張っちょるな。別になんか企画だからっていうわけじゃないんだけどね。赤組が追い込んできて。嘘。いっぱいいるよ赤組が。嘘。赤ばっかりになってる。赤増えた。本当だ、赤ばっかりになってる。いや、あ、本当だ、追い込んできてる。2000、え、でも500差だよ。いや、あの配信時間だから今日は数が多い方が有利だね。あ、これ桃勝つんじゃねえかな。どうなんだろう。桃勝つだろう。ファイト。ありがとう肉球さん。頑張るよ。暗い水の流れに打たれながら最近喉弱えんだよな。すまん、最近喉が弱くて。うん、喉がずっとイガイガしてる。はい、わかつ、アイスさんいらっしゃい。秋の花粉症。秋にも花粉症あんの？うん、うん、
俺桃組だよ。俺桃組エントリーしてるよ。桃パン食べてる人池上だよ。トムソーヤ池上、あのベンゾ太郎さんとノエルとアメリカ人ブッキングして客2人で揉めた人あのそう深夜庁に100万円払って売名させてもらってる人、そう家すぐそこらしいよ、中野に住んでるか。1位だね。いいポケモンがいや最近人気出てきてんだよ。トムソーヤ池上結構愛されキャラっていうか、ベンゾ太郎はもう二度とコラボしねえっつって汗かいたから風呂入ろうかな、うん、1位だよ桃組、頑張れよ。あとはみんな任せたぞ。桃組で一番配信する俺様がいなくなるからな。頑張れ頑張れ。でも今日の夜まででしょこれ。あーアイテムありがとう。マルさんありがとうね。じゃあ皆さんお疲れ様でーす。次枠はしばらくしたら撮ります。お疲れ様。コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう